い、画面の前の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。緊急特番、2月3日は2と3がつくので、2時3時の日ってことにしま、した。やってもらうよ。来たみたいだぜ。はい、この緊急特番のパーソナリティを務めますは、2時3時2期生出身、剣持東也と森中和樹です。終わらせんな。終わらせんな。はぶるな。芝居やっちゃいけない。後輩をいじめるなよ。反省続かせていただきます。今2時3時で最も燃えている男、前本圭介と、今2時3時で最も緊張している男、夢追いかけるです。よろしくお願いします。この番組は説明しようにもタイトルそのまんまだなってことで、ノリと勢いで決まったお祭り感のあふれる番組となっております。なのでね、肩に力を入れずに楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。司会も誰も肩にしか入ってないからね、今ね。緊張ガチガチのやつ。今めちゃくちゃこのテーブルお菓子あるからね。もう水とお菓子がどんだけ乗ってるか。バーチャル上はね、皆さんお茶しか映ってないと思いますけど。めちゃくちゃ食うな。めちゃくちゃ早いのよ、オープニングで。さすが大先輩2人はね、溶け込むのが早いですけど、空気の中に。そうですね。でも なんかなんでこの4人がね、こう呼ばれたのみたいな声、結構エゴさしたら見つけましたけど。あ、そうですね。食いながら喋んじゃねえよ。食ってから喋る。僕が水を飲む時間をくれ。2人だけ喋ったら繋げるから。食ってから喋る。まあ一応こう共通点的にはこう全員こうラジオ番組みたいな企画をね、はい、やってはいるかなという感じで、まあ司会っぽいというイメージなのかな。そう、まあそうなんですかね。俺は全然自分は司会っぽいと思ってないんで。なんすかそれ、自己評価の。自分でどんどんハードルを下げていこうみたいな。ちょっとね、楽になりたいなって。まあでもね、まあ本当にラジオやってる4人ということで、まあ呼ばれてると思うんですけども、はい、そうですね。実はですね、もう一人、もう一人、もう一体、いるんすよね。え、4人以外に。じゃあご挨拶していただきましょうか。はい。農家さんです。なんかよくわかんないけど、いろいろこうしました。面白おかしく使ってください。はい、はい、今回特別ゲストと言っていいのかわからないんですけども、クズハボタンがなんとここに来て復活するわけですね。いたんすか。しかも前回に比べてね、ボタン変わっておりますのでね、はい、ぜひ注目していただけたらと思います。ちょっとね、新録してますんで。ありがとうございます。素晴らしいな、クズハ君。クズハ君、今日の調子はどう？クズハ君もう感情表現が豊かな、豊かな、豊かな、響き渡るような声だ。心ちょっと開いてくれたら。どんどん使えるんで。本人多分今ものすごく恥ずかしがってる。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。まあ今日二二三時の日って言われてますけどね、はい、もう一個イベントがあるみたいですね。おお、それはもしかして、それはあれ、なんと二二三時 CEOCEO にして社長、社長、たずみさんの誕生日。台本にね、台本によっぽどのこと長い限り触れなくていいって書いてますけど、絶対触れていきたいと思います。今日これがメインだ。話すことねえなと思ったら、たずみさんも、ね、今日3時間この話題で持たせるから。あと今日の進行についてなんですけども、はいはい、今回ですね、まあ、パーソナリティ今4人並んでいるんですけども、うん、こちら4人で全てを進行するわけではなく、うん、パーソナリティをね、うん、2人ずつこう交代交代しながら進行していく形にしていこうと思っております。はい、はい、で組み合わせはまだ言わない方がいいですか。これ言ってもいいんですか、ね、どうなんだろうね。言ってどうなんですかね。言っとく、言っとく、言っときますか。言っときましょう。言っときますか。はい、この後、一番最初、剣持くん、かさちゃん、はい、よろしくお願いします。ということでやらせていただきます。はい、そしてその後ですね、私前本圭介と夢追いかけるか、2人でお送りいたします。はい、ここからはもう全部シャッフルです。もうここが、ここはね、もうおなじみって感じになってましたけど、ここからはもう全部シャッフル。はい、ではお次は、かさちゃん、はい、そして夢追いくん、はい、お、そしてその後、はい、剣持東也と私前本圭介が、はい、楽しみだね。さらにその後に、うん、かさちゃんと、はい、私前本圭介でやっていこうと思っております。
トレス、そして最後が、はい、鳥ですね、どうやと、はい、夢追いかけるか、はい、お送りしていきたいと思います。だいたい25分くらいずつの交代で ね回していくと思うので、計6回のねパーソナリティ交換ありますので、ね、なので皆さんね、事前の告知でね、こうなんか、2人2人なのかなっていうのありましたけど、全員絡むということで、ね、そう、全員やってきますから、はい、どんな風にね僕が緊張するのか、おいおいあ、クズハ君も心配してくれてますね、滝さんね。そうだね、2人じゃないもんね、3人だよね。あ、あれか、いけないいけないいけない、もう一人だ、置いてかれたと思ったのかな、かわいいな、ずっと3人で、ね、よろしくお願いします可愛いな、クソ使いやすいなひょっとしてお前可愛いのか、冗談きついぜいや、クズハ何それ、何それどんどん押しましょう、アリアワニダの使い勝手が悪すぎる悪すぎるありがとうね、わかりました、はい、という感じで、ずっと3人で、やっていきたいと思います、交代交代で、はい、で、まあ2次3次ももうすぐ1周年ですので、まあ今回はね、本当に来ましたね、長いことまあ、なんでしょ う、ね、こう、今回のね、この2次3次の日っていうのがね、うん、まあ、お祭り的に、もうみんなでどんちゃん騒いで、そうですね、楽しめるイベントにできたらいいなと思ってるんですけども、うん、多分これがうまくいったら、どういうことなんだよ、騒ぎすぎだろ、うまくいかないと何やったんだよ、最初からね警戒されてますね、騒ぎすぎるとダメだぞっていうね、そういう感じなんです、節度を守ってね、確かにね、うん、なるほど、まあ確かにね、こう、まあいろんなことがあると思うんですけども、これからの意気込みとか夢を追いかけるくん、なんかありますか、なんせ名前が夢追いかけるですか、そうもう気になるところでございます、うん、あのね、同期側からキラーパスが来ると思ってです、はい、まあこの番組ね、皆さんね、抜擢されたということで非常にね光栄だなと思ってますんで、はい、一生懸命喋り倒して、でこの企画が多分成功したら、あの1年の中で二次三次の日が、まあ、多分たくさんもっと生まれてくるんじゃないかなっていう淡い期待もありますんで、頑張っていきたいと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、冗談きついぜクズハブ辛辣だな一生懸命喋ったのにあんなに一生懸命喋ったのにもういじり倒すねクズハブ嫌われてるのかな仲営業かそういう前本さんは何か意気込みとかありますか、はい、俺ですか、まあそうですね、声を張りすぎないことですかね。ああ、なるほど。あの俺割れちゃうんだよね、よく。ああ、うん、これは確かに僕も気をつけて。元気なことはいいことだよ。お、おう、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。業者にフォローされてる。あと燃えないことですね。あ、ありがとうございます。あとはもう本当にコメント欄で燃やされないことです。あ、はい、それはもう達成しできなさそうだよ。聞こえましたか？聞こえましたか皆さん。火元ですよ。あ、もうよく燃える、コメント欄がもうメランメラ、マイモトよく燃える固定燃料のよかなちゃんとか意気込みありますか、意気込み、頑張って漢字を噛まないように読みたいと思います、あ、そうですね、なるほどね、たくさん漢字がありますんでね、ミュージアクさっきまで勉強してましたから、振り仮名振ってました目が離せないなということで、カナさんは、そうですね、まあ僕はね出たての頃まさに火種みたいな扱いをされてましたけど、今は代わりの固定燃料届いたんで燃えないようにやっていこうかな、火力がね昔と違うかもしれない、違う、うん、もう衰えることないですからねはい、ずっと燃えてますから水がちょっと垂れてる、はい、じゃあねそろそろやっていきましょうか、はい、今回はこの4人がね入れ替わりでパーソナリティとなってやらせていただきます、はい、二次三次の日盛り上がっていきましょう、イエーイ、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ということで最初は刀さんとカダが2人で回していくのでよろしくお願いします、はい、それじゃあ一旦失礼します、早く出てけよ早く出てけよ終わりなくて全然出てかねえじゃん何言ったりしてる2人だわはい、というわけでね、改めまして、はい、ここから25分ほど私、剣持東也と森中かざきがお送りいたします、はい、よろしくお願いします、はい、こういう感じのね、回しなんかね、うん、実は経験があるんですよね、僕らね、そうなんですよね、そう、もう懐かしいミラティブ Q というものがございましてね、はい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 、ありましたね、そう、今でこそあんまりやらないですけどね、ミラティブがもっとライバー、二次三次ライバーがみんなやってた時代にね、なんか二次三次にまつわるクイズをね、僕らが
司会になってねやるみたいなのがありましてね、そうそう、そこからね始まったんじゃないかな、二人で組むということはね。そうだな、確かに、まあ、今回もね、司会ってパーソナリティということでね、二人で回していこうと思うので、よかったら、うん、はい、応援の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、うん、って言ってもね、うん、もうなんか慣れて気が緩んでるんですかね。お菓子持ち込んだのこの人なんですよ。お腹が空いちゃったからみんな喜ぶかなと思ってね、おせんべいとかをそうもらってきたよ。あ、やってんねー。そう、二人だと思ったらね、いますからね、キルハ君は。あ、そうだ、三人でね、お送りいたします。そう、手のひらの上だからな。冗談きついぜ。そうだ、これがあればなんか、こびさせられるんですよね、こびなくても。あ、確かに。あ、でも、いいボイスないな、こいつ。これありゃワニだ。これ、いつ使うんだよ。全然わかんねえんだよ。使いどこに迷うやつ。まあ、今日はこれを使いこなせたらクリアとしましょうか、じゃあ。はい、それではそろそろ最初のコーナーいっちゃいましょう。はい、いっちゃいましょう。ちょっとタイミング測り方、ね、タイミングが勝手に推薦2次3で一番丸々な人。はい、もうちょっと手元にクズハボタンという選択肢があるから、そっちいつ使うんだってチラチラしてたらね。踏み外すよね。そうそう、しないで司会の方やってください。はい、よろしくお願いします。はい、このコーナーですが、二次三次が始まってもう約1年になりますか。もう人数もねかなり多くなってきたということで、うん、ライバー各々が思っている二次三次で一番〇〇な人というのをね聞いてみました。うん、選んだ理由やそれの根源になったエピソードも一緒にお答えくださいということでね。はい、これね、いろいろ募ってね、実は事前にライバーや、視聴者の方にね募って集めているのでね、うんうん、発表していきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目は、はい、カザが読みたいと思います。はいはい、では早速いきます。うん、ライバーネーム樋口楓さんからです。早速ね、早速デルマンさんですね。はい、はい、二次三次で一番コラボ配信放送で急に欠員が出た時に呼びたい人。あー、はい、なるほどね。こちらの方、これ結構ありますもんね。なんかコラボしようとしても、まあ大人数コラボとかで急になんか、ね、ちょっと今ごめんっていうタイミングがありますね。ダメになっちゃう時に、ね、その時にこの人が一番呼びたいみたいな。うん、デロンさんは誰なんでしょう。はい、はい、いちごちゃんです。おお、なるほど。理由はですね、うん、どんなにぐだりかけても声が通るし、自分の意見を言う時には有効なので、そこにいるだけで引っ張って言ってくれますっていうね。なるほど、うん、まあね、いや大事なことですよね、本当に。うん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 、いやそうなんですよ。なんかね、デロンさんはずっといちごちゃんをなんか、うん、いや、なんか妄想するんじゃないよ。気持ち悪いな。いや、いいんですよね、いいんですよね。うん、アネドリ。いやね、仲良しなんでね。うん、そうですね、仲がいいのでよく話してるのを見るんですけど、やっぱいちごちゃんとかは結構、うん、自分の意見をはっきりという子なんで、うん、そういう意味ではカエネとのなんかコンビネーションとかも良くて、個人的にも好きなので、うん、うんうんうん、そうなんですよね。まあ最初こそね、それこそ二三時が始まって二期生が出てきた当初は、うん、もういちごちゃんといえば定時退社っていうので知られる人だったんですよ。ああ、もうね、1時間ぴったし、もう1秒も過ぎずに、じゃあね、バイバイドーンって言っていなくなるっていうのだったんですけど、もう最近はね、平気で9時間とかやってるね。どうしたんだ、スタミナの化け物と変わり始ましたから。そう、そんなスタミナがね、あるんで、もう急に呼んでもね、元気いっぱいでやってくれるということで、うんうんうん、なるほど、確かにいちごちゃんはすごいなという感じでございます。はい、うん、なんかこのコーナーライバー上げみたいになって嫌ですね。ちょっとしんみりするか。確かになみたいな。、うん、自分呼ばれないかなこれって感じですけど。はい、じゃあ次読んでいきましょう。はい、次、ライバーネーム結城千尋さんのちーちゃんですね。はい、二次三次で一番正直表には出さないけど心の中でめっちゃ応援しているって人。あー、なるほど。まあ裏に出せない、あ、表に出せないね、こともあると思うので、うん、チーとか誰なんだろうな。結構、うん、幼なじみだから喋るけど、うん、こういう話とかしないから、なんか肩も気になる、こういうの。なるほど、うん、まあツンデレとかだから結構なんかあんまり応援しにくい人もいますよね、彼女。そうだよね。例えば僕とか応援したくても、うん、多分こういう場面じゃないと言わないでしょうしみたいな。じゃあ誰だろうなということで、はい、結城千尋さんの答え、ギルルン、ギルザレン3世さん。おー、あー、すごい。
なるほど、こう書いてあります、はい、ギルルン配信しろ。あ、そういうことそれだけ配信が少ないからしろっていうそこの応援基準が低いんだよなバーチャルダイバー配信業なんだけどな。あ、でもカッコ書きでありますね。カッコ、みんなのことを一番見守ってくれている二次三次の守護者、 ありがとう。でもあなたはライバー、配信してって結局言いたいところはお母さん幼稚園の先生いやもうね、ほんとその通りですよ。まあね、こういう大きな場面はきっと見ている、なんか隠れてるんでしょうけどね、もう聞こえてるはずなんでね、ぜひ配信していただけたらと思います。いや本当にいやライバーだからね、冗談じゃない冗談じゃない冗談じゃない、笑いじゃない、ここ笑いらない、ここはガチなんでね。かずみさんの誕生日ですよ、社長に何も思わないんですか、貢献したいと思わないですか。誕生日配信ぐらいしなさい社長の誕生日配信それもどうな私物かはい、じゃあ続いていきましょう。はい、はいはい、ラジオネーム居城警備員さんからです。こちらもライバーかな、あれこれじゃん、あいつじゃんこれ、あれそもそもあいつじゃんこれ配信しないでラジオ、あ、今コメント欄にいたらしいですね。あ、いた今裏でやれ、これの実況やれいいから配信をしてください。いや、居城警備員ってお前だろ、要するにまあまだわかんないですからね。まあ、そうですね、はい、よし、では、二次三次で一番正直、表では出さないけど心の中でめっちゃ応援している人を言いたいと思います。はい、はい、ふみのくん。おお、もうくんって言い方が完全やつですかカタカナだしね天性のイキリトークも動画のセンスも他にない魅力があるので、いつかヒガキンとコラボしてほしいらしいです。ん、いつか誰ですか。いつかヒガキンとはい見てるじゃねえか相互フォローですからね、なんとね。そう、すごかったよね、ツイッターの方で載せてた。いやー、そうなんですよ、ギルダネさんはね、まあみんなご存知の通り、うん、めちゃめちゃたくさんの方と、はいはい、の配信を追ってるんですよ、うん、その人がね、まあ一番応援してるんだっていうと、やっぱりポテンシャル才能っていうのはね、もう確かなものがあるんでしょうね。確かに、なんかもうみんな、もう僕とかもね、知ってますけどね、本当に動画とかセンスすごいんですよ、はいはいはい、配信環境がね、悪いんだけどね、そうそう悪いんだけどね。あ、もしかしたらね、あの23時の日ということで、たくさん23時のライバー今後も出てくるので、今日あ出てくるかもしれませんね。もしかしたらね、あるかもしれないんでね、期待をしていきましょう。はい、いつかヒカキンさんとコラボしてくださいということでね。名前出したことに突っ込めよ。あ、ごめんなさいなんかあまりにナチュラルに言ってたから普通に流してました。いや、これなんですよね、あのよく万引き G メンとかがよく言ってるんですけど、なんか関わり合い持ってるって言ったら僕はなんかヤバいやつみたいになるんですけど、うん、堂々としてればね、犯罪バレないらしいですよ。いや、もう今バレなかったもん。バレなかった、バレなかった、バレなかった。ヒカキンさんの名前出すことを犯罪みたいに言うのそれこそヤバいんですそれこそダメなことなんだけどね。あ、たまちゃんいたって。あ、いました。あー、野良猫さんね、うんうんうん、いや、野良猫さんというのも今は昔ですよ、知ってますか。昔はね、あの野良猫さんといって名前がなかったんですよね。そうだね、今は名前があるけど、ちゃんとそう、名前を募集して決まった、うん、あのみんなでつけた名前だったんですよね、うん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 、そうそうそう、そういう歴史もありまして、もう早い1年くらいになりますね。エモい、エモいな、エモい。あれからもうちょっとで1年経つの。もう1年か、そっか。1期生出身の方がデビューし始めたのが2月8日ですね。そうだよね、忘れもしません、うん、しみじみしてしまうそうですね。よし、そんなこんなで次の行きましょうか。いや、次はまだ行けないね。ん、次は24分から行きますあ、結構まだ残ってる。そうなんですよね。いやね、二次三次のね、あのスタジオでやるとね、うん、あの環境が整ってるようでそんなに整ってないよね。そう、ちょっと今時間を見てたけど結構まだあるのか。まあでもね、あの今ね、お急ぎでやって、多分僕らの次くらいはね、あの、うん、全部整ってる状態で始められるんでね、あの時間タイムキーパーしっかりできるんじゃないでしょうか。そうだね、ここら辺はまあまあ慣れ合ってるっていうか、慣れてるね、この二人でお送りしてるからこそまだ大丈夫かなと思いますよ。あ、やってんねー。あ冗談きついぜちょっと使いこなせてないもう冗談何回も言ってる。天才業界ジュニアス。はい、すごいな、めっちゃ種類ある。そうですね、これはね、うん、そうなんですよ、あのね、このボタンっていうのは何から始まったかっていうとね、牛見ボタンというものから始まったんですよ。あ、23時2期生出身の牛見いちごちゃんというね、ロリがいるんですけど、はいはいはい、その子のね、あの素晴らしい声をボタンにしたサイトがあるんで、うんうん、最近それ久しぶりに触ったら1日が終わってましたで、あのそっから月の水戸ボタンとか、あの剣持ちとやボタンとかいろいろ増えまして、くざボタンもその
一つなんですけど、やっぱね楽しいですよ。みんな1年の期にね、牛にボタン戻ってきてくださいっていう感じですね。いやなんかもうボタンがある時点でさ、すごいなんか変な発言したら全部くり抜かれるからさ、恥ずかしくない？わかる。そう、ホラーゲーとかやって悲鳴やったら全部くり抜かれてさ、僕の笑い声は1181種類保管されてる。気持ち悪いな。どこに使うのその笑い声。絶対もう、うん、いやどんなプロでも1101個目と694個目の違いとかわかんないんだよ、ね、いずれなんか検定とか出してほしいです。ここは何番でしょうみたいな。はい、今のは782番みたいな。怖すぎる。検定というあのおとり操作してほしいですね。そこまで行ったやつはね、危険な対象なんでね、あの確保出禁にされる。そうそう。あ、これ分かっちゃったならあんたはもうダメでっていう。確かにな、そうか。いや乳酸菌もね、うん、っていうかなんで、うん、結構ね、これ本当に緊急特番って書いてあるんですけど、緊急特番なんですよ。急に決まったんですよ多分、ね、あれなんかもうすぐ2月3日か2月、あ、2時3時やろうぜって感じで多分ね、スタッフがはしゃいでたんですよね多分、うん、だからね結構緊急で決まったんで、なんか2時3時らしいね、なんて言うんですかね、グダグダと言ったら言い方が悪いが、まあ、なんか、まあ、2時3時らしいアットホームなね。そうね、アットホーム、言い方いいな、アットホームな感覚がね伝わっていくんじゃないかなこの先、まあ3時間ほどねお付き合いいただいたらと思います。そうだね、大学生会は。いや一からそんなもんだぞ。そんなことないですからね。大丈夫ですよ、あのいろいろとあのイベントとかやってるんでね。はい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 、こいつは始末書物だな。言われちまったわ。そうですね。いやね、これもね、あの実はねボイスがね今16種類僕は保管してるんですけど、僕ら、うんうん、あのこのボイスを更新するにあたって、うん、なんだっけな、2個新しいの更新してくれって言ったら6個よこしてきたらしくてですね。おー、そう、くずはくん、そうさっき、ね、だから僕らいらないボイスの選定とかしてたんですよ。これは使わない、ね、そうだから残ってるのは選定で残ってるガチの超すごいボイスたちですよ、はいはいはい、あの選ばれしボイスですからね。選ばれカスみたいなボイス入ってるわけないんですよ。ありゃワニだ。なぜこれ選んだんだ。これはね、わからなすぎた。これはわからなすぎた。一周回って使いどころあるかもしれない。わかりみふかし34歳、わかりみふかし46歳、わかりみふかし59歳。この3人全員生き残ってるね。どんどん年を重ねるごとにね、年季が入ってくる言い方で。そう、言い方が違うんですよね。56歳、59歳とか結構声がかすれてたりする。聞いてください、これあのヤングエイジのふかし。わかりみふかし34歳。声に張りがありますでしょ、ね、で晩年のふかし、わかりみふかし59歳。ほらもうかすれてる。そう、もうね分かってきてるんですよ、年季をね感じ、わびとさびが分かってきてるんですよ。こんなところでわびさび感じなくていいんだよ。はい、じゃあね、はい、あのくずはくんで時間をつないでもらったんでね、やっと24分になりましたということでね。はい、はい、って感じで一息ついたわけで、どうやら早速ね遊びに来てくれてる人がいるみたいですよ。急に台本入ったかもバレバレなんだ。そんなことないですよ。はい、昨年3月ね、はい、僕とカザちゃんは同じタイミングでデビューした、まあ、2期生出身と同じタイミングでデビューした2人が来てくれました、はい、ということでねお呼びしましょう、はい、ゆうひりりさんとふみのたまきさんです。イエーイ、はいはい、あ、お、ね、すごいおしゃれ、おしゃれだね。あ、あ、もしもし聞こえますかこれ。あ、あ、どうもどうも、もしもし。はい、こんばんは。二次三次所属バーチャライバー未来人のゆうひりりです。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、あ、はい、こんにちは、二次三次バーチャライバーのゆうひりりです。ゆうひりりあれバレバレだわ。すべて声自己紹介ちゃんとしろ。帰りゼロだったね。あ、野良猫のふみのたまきです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サイズ感に違いありますけどね。結構ドアップだね、リーちゃんね。ちょっと、たまき打ち合わせと全然違うことするからすごい怖いんですけど。大丈夫かな。はい、こんな短期間で裏切れる。裏切り派。はい、じゃあね、この4人でちょこっとだけね進めていくわけですが、はいはいはい、どうですか、1年ですよ皆さん。うん、何か思い、じゃあ1年経って何か、そうですね、先ほどの僕らじゃないですけど、なんか抱負みたいなものありますか、ゆうひりりさん。抱負ですか、うん、いやでも正直全然なんか1年経ったっていう気はしないですね、ほんと昨日のことのようにすごい思い返せる感じで、でもこの1年でだいぶいろんなことしたなっていうのだけはすごい感情だけはあります。おー、密度が濃い1年だったと。
そうですね、すごく濃い1年でした。抱負か、抱負らしいことは1月に全部言っちゃったんですよ。なるほどね全部言っちゃったんだよな。ちょっと1個いいですか。なんか私すごいこのアイコンの私の顔誰設定したのすごい気になるんだけど。設定とか言うな、お前の顔じゃんこれは。いやだってこんな顔しない。あ、まあいいや。たまきはどうですか。うん、私はね、やっぱ一年経ってもだなって思うんだけど、うん、でもまだ全然ね、新鮮な感じなんだよね。ほうほう、だからそのみんなでさ、大型人数のコラボとかさ、する時とかもちょっと私がさ、陽キャラすぎて話についていけない時が多くて、これから先はもうちょっとみんなに合わせてあげようかなって。お寿司。そう、お寿司コラボ。そうだよね。かさきちゃんともそうだよね。初めてじゃない？そうだよね。そうか。そうだな。そうだよ。結構じゃあ初合わせのメンツなのかな？確かに。まあ僕はしたことあるんですけどね。あ、生きておる、生きておると。2、3回ぐらいかな。まあ生きててもちょっと国に入ってるんで無駄だった。したいしたいって言われてた。はい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 。まあそうか、まあそんなもんなんですよね。1年っていうのはあっという間で、おのおののねストーリーはたくさんありましたけれども、やっぱりね、まだできてないこともたくさんあって、これからねみんなでしていくんじゃないかなみたいな感じがしますね。まだまだ可能性はあるからね。そうですね。いや、落ちたか虚空に。虚空に落ちたか。嬉しい。貫禄の虚空。はい。あ、くずはくんとも初めてじゃないですか、2人。初めてね。で、元気ですよね。話しなさい。なんかクザ君に言ってあげてください。なんか言ってあげてください、この子ね。この子。クザ君今元気ですか？ありがとうございます。すごい迷ったあげくそれかよ。それかい。まだ言葉覚えたてなんでね。まだね、まだ赤ん坊なんで許してあげてください。はい。はい、はい、じゃあね、今日はこの4人でね、ちょこっと進めていきましょうということで、楽しみだ。いやー、そうだな、うん、っていうかやっぱそうなんですよね、配信環境のいろいろありまして、出てこれないメンツがこういうところで出てこれるっていうのがいいところですよね。確かにね。そう、これが2時3時、これが2時3時の日ということで、よろしくお願いします。はい、では、はい、よろしくお願いします。いきましょうかね。うん、これコーナー説明とか、あ、じゃあいいか、まあ行きましょう。うん、それではアンケートの方行ってみましょう。狙い 23%。 イエーイイエーイイエーイ。特に何かが出るわけだ。はい、このコーナーはですね、通話で突撃してくれてる人に事前にツイッターでアンケートを取っていただきました。その中からこの選択肢は 23% 出るだろうっていうものをアンケートを予想してもらいました。うん、うん、それをいかに 23% に近いところ、はい、近いところ近いかを競ってもらいますって書いてあるんですね。はい、競うか読めない。はい。まあそうなんですよね。事前にね、ツイッターの方でアンケートをしていただきまして、でそれで23%、2時3時にかけて 23% の答えになる何かを狙って質問するみたいなコーナーだったわけですが、そう、今回アンケートで何を聞いたんでしたっけ？これはふみの玉木さんかな、うん。そう、私が聞いたやつなんだけど。うん、おい、私がパンツを履くとしたらどんなの履くでしょうかっていう。あ、そんな取り扱いづらいやつにした。こいつら1コーナー目で大丈夫か。最初だよ、大丈夫かな。なるほど、特別な日だからね。特別な日にパンツか。まあ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 、あ、じゃあ選択肢どんな感じだったんでしょうかね。はい、うん、選択肢はまあまずね、みんなが持ってるブリーフってやつね。みんな持ってるか言うほど。みんな持ってるか。はい。二つ目がね、かさきちゃんが今履いてるティーバッグね。やめろよ、勝手に言うなよ。見てないでしょ。はい。三つ目は？で、三つ目が、ケンモチさんが履いてるおむつで。履いてねえよ。履いてねえよ。いよいよやべえやつだよ。確かに。四つ目が、リニーが入ってるスケスケパンツね。あー、この番組でスケスケはあかん。
はい、そうか、これでどれが 23% になると思って出したんですか？うん、やっぱりカザキちゃんのティーバッグかな。なんでカザキちゃんのティーバッグ全員がどれか履いてる設定だったの。ティーバッグ前提にするな。そうか、まあティーバッグ森永の 23% なるほど。お笑い芸人かな。あ、でもどうなんですかね、やっぱりあの4択っていうのはまあ一つ一つ 25% に分けられて、しかもちょっとティーバッグは選ばれにくいと思ったってことですかね。意外と近いかもしれません。確かに、うん、確かに思ってないだろ。なんだこの確かに。適当にやってます。適当に仕事してます。、うん、でも私結構さ、アンケートが好きでね、うん、よくツイッターでやってるんだよね。うん、ああ、やってんね。やってんね。だから、私結構他の人よりプロレスラー、あ、プロだからさ。うん、プロレスラープロレスラー。そうなの。アンケートのプロだから。あ、はいはいはい。簡単に予想できちゃってるかなって感じ。あー、なるほど。うん、ね、あの一瞬でやってんねえ押せなかったことと、うん、プロレスラーという謎の情報が出たことで、全然情報入ってこなかった。もう悪した。いやでもね、そうなんですよ、アンケートとかね、ツイートとかね、結構やってますからね、たまちゃんは。それでなんか、そうだね、そうだね、プレゼント応募みたいな感じでポテチがめっちゃ当たってたりもしましたし、ね、うんうんうん、すごい強運。そうということでね、いろいろに、うん、なんて、あ、食べましたか、みんな。あ、ここに今ありますよ。 あるよ。あ、そうなんだ。そう、まだまだ残ってますよ。うん、あ、よかった、無事に生きてるんだね。非常食になってます、おかげさまで。そうですね、うん、はい、ではね、これ果たして本当に 23% くらいになっているのかということで、はい、結果発表をお願いします。はい、デケ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 、おお、19%。 19%、あれ？アウト。あー、残念。なるほど。え、でも限りなくしょうがないじゃない。まあまあまあ、うん、プラマイ5だったら結構全然いいと思いますけど、ね、そうだ ね、 ね、1位スケスケパンツ履かれてると思われてますね、これ。いや、これはどうかな。え、実際のところは何が入ってんですか。いや、引くんじゃねえ。ヘレットだから。そっか、やだ、マセガキは嫌だな。まあ、こんな質問してる、汚れてる人に言われたくないと思いますけど、ね、そうなんだけどね。現状君だよ。どういうことかな。いや、これもどういう気分でみんな答えたのか気になりますね。うん、やっぱ妄想してるんだと思うよ、ね、妄想。こいつ喋らせない方がいいな。いろいろと。うん、よし、じゃあね、そろそろね、時間も迫ってまいりましたのでね、お二方、この23時の日ということでね、最後に15秒くらい一言お願いしたいと思います。じゃあ、ふみの玉木さん。はい。はい。鬼は外。節分の方、節分の方、23時の日でも誕生日でもなく。自分の日でもなく。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。またねー。お疲れ様です。またねー。バイバイ。うん、いやもう、もう王道とはかけ離れた人が最初から来ましたけど。本当に想像外。いやね、もうね、うん、そう、お二人ともね、いい感じのね、方々で、もう雑にまとめてしまった、いい感じのやつらなんでね、ぜひ ね、チェックしていただけたらと思いますね。では、そろそろ一旦ね、僕らの25分間一旦終わりましたので、別のパーソナリティに交代したいと思います。はい、その間、この3人に引き渡しますので、よろしくお願いします。しみるぜ。ファンタジーピヨピヨあーすーこーひなだよ。今来た、あっち来た、あっち来た、ちなみです。上から読んでも、下から読んでも、町田ちま、ちまだよ。ということで、ひなっちな、ちまです。公式配信にこの3人で出るのは初めてなんですが、皆さん、私たちのこと知ってますか？私の名前呼べましたか？え、さすがに知ってるでしょ。いや、チャンネル登録も全員して、してないの？ひなっちな、ちまを知らない？これは、みんなの良さを分かってもらって、チャンネル登録してもらうチャンスなのでは？このチャンスは逃せないね。じゃあ、互いのアピールみたいな感じで、お互いの好きなところに行っていこう。よし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 。うん。チマはね、ひなちゃんのささやきが好きだな。あ、わかるわ。ささやき？ささやき？
負けちゃえ、ここ。いいね、ふぅ、あんたひな、やれる。え、ひなはね、ひなはね、あつきたちなみの声真似が好きだよ。ちょっとやってやってやって。え、ここで？デロンデロンコンデロン、こんにちは、樋口楓です。日の地のあっちもよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。いや、なんか恥ずかしいな。あ、ごめんなさい。いや、私はやっぱね、あのちまちゃんの歌声がすごい好き。歌って歌って、嬉しいな。今、うん、歌って歌って歌って、はい。Happy birthday to you, Happy birthday to youHappy birthday, dear 社長。社長。ぐだ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 。Happy birthday to you. おめでとう！おめでとうございます！はーい。それでは、アスカヒナと、あっち来たちなみと、町田あじまでした。チャンネル登録、よろしくねー。バイバーイ。バイバーイ。というわけでね、改めましてここからは25分ほど私前本圭介と、はい、夢を追いかけるが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。そしてクズハ君もありがとうございます。はい、こういう3人でね、じゃあ3人でやっていこうと思います。大事ですからね、そうそう、なんならこの回クズハ君が一番喋りせないまあそうなんで、まあでもね、それに負けないように我々も喋っていこうと思います。 OK です。まあ、実はですね、夢をかけるとはコラボしたことがなくて、あの2人ではやったこと、2人ではない、あのいつもあの酒飲みが3人いるんであのここにプラス3人くらいいて、 その中で喋る機会はあるんですけども、 その5人で、うん、あの毎回キャバクラに行ってるっていう何をやってんだって話なんですよ。大人5人で、ね、集まってわけわかんないことしてるんですけどね、うん、大人がいい大人が何をやってるんだって感じなんですけど、いい大人だからこそこうね、そうはしゃいで、そうはしゃぎたいんで、お酒を飲んで本当にね、あの放送やってるっていう感じであの全員がたなんか稼が外れてるのが、そうそうそう、全員が楽しめるね、配信数少ない、数少なくないけど配信数少ないっていうね。おっとっとっと、まあ、よくない。それじゃあね、そろそろコーナーの方に行っていこうと思います。大丈夫ですかね。ちょっとじゃあ始末書をください。ですね、やっていきましょう。はい、はい、勝手に推薦二次三次で一番丸々な人。というわけで、先ほどのコーナーの続きなんですけども、はい、2回目ですね。はい、このコーナーですが、二次三次も始まってもう1年、かなりの人数になって大きくなってしまった二次三次なんですけども、メンバー各々が思っている二次三次で一番丸々な人を聞いてみました。選んだ理由やそれの根源となったエピソードも一緒に答えていこうと思います。はい、というわけでね、はい、2回目のコーナーとなりますが、うん、どんどんね、じゃあハガキの方紹介していきたいと思います。はい、はい、では、1つ目僕が読みたいと思います。はい、はい、お願いします。ライバーネーム、本名でいただきました。ライバーネーム、はい、ありがとうございます。はい、ライバーネームせつなさんからの、はい、ありがとうございます。せつなさん、ありがとうございます。見てますかはい、じゃあ二次三次で一番正直表には出さないけど心の中でめっちゃ応援してるって人というお題で、はい、いただいております。はい、じゃあ、せつなさんがそう思ってる人誰かと言いますと、はい、魔界のリリムさんです。あ、リリムちゃん、リリムちゃんね、リリムちゃん、うん、はい、じゃあ理由の方ちょっと見ていきましょう。はい、人懐っこく裏での気配りや配慮がかなりできていると、はい、うん、ピュアでいい子すぎて泣けてくることもありますということでいただきましたが、あの遊びが全くない。いいんですよ、あの当たり前なんですよね。そう、あのいいんですよ、全然あのこうボケるね、専用コーナーとかではない、大喜利ってついてないからね、うんうん、そう、ただこう今多分リスナーのみんなは今せつなさんっていう名前を聞いてこう一回唾を飲んだと思う。そう、いや何来るんだろうなってなんかぶっ飛ばしてくるんじゃないかなと思ったら遊びが全くない。せつなさんもこう常にこうおじさんをインストールしてあげるわけじゃないっていうことですね。そういや、そうそうそうなんですよ、あの非常に真面目な方なんでね、あの、まあ、こういうこと言っちゃうと営業妨害です。営業妨害。ちょっと今の前本さん発言に対してクズハ君どう思う？便利だなこれ、便利だな、頼っちゃうもん。落としどころだよね、それがね、完全に。まあでもね、あの
せつなさん、これ本名でいただいていや、ありがとうございます。本当に、ね、本当に助かります、助かります、うん、裏での気配りや配慮がかなりできてるってことでね、はい、結構あのそのだから表にね、うん、どんどん出してほしいですね。そうですね、正直表には出さないけど心の中でめっちゃ応援してるじゃなくて、普通に表で応援していいんじゃないですか。そ の, あの応援の気持ちをね、今こう生放送で、うん、載せてお伝えしましたので、うん、もしかしたらこうなんかね、まあ、これからね直接言う機会も増えてくるんじゃないかな。でもそういう意味であれですよね、ライバーの内面というか、いつも思ってないことをこう伝えれるというコーナーであると、あ、素敵なコーナーやな。もう素敵なんだよ、ほんと素晴らしい。23時素晴らしいな、ね、1からは最高です。どんどんねこびていこう、いろんなところに、ね。やっぱ我々はね、こうまあね、あの他のメンバーそれで2人に比べるとね、はい、まだまだね、まあ、新しい未来ございますから、そうですね、こうやってね、あの名前を出していただけるようにね、そうそうそう、頑張っていきたいなと思って、上がっていきたいと思います。では2つ目のお便りいきましょうか、ね、はい、どうぞ。はい、ラジオネーム、こちらライバーですね、ライバーからいただきました、はい、スレザンゴさんからいただきました、はい、スレザンゴ、スレザンゴ、うん、二次三次で一番優しそうな人、はい、ライバーネーム町田ちまちゃん、上からさっき出てたちまちゃんですね、さっき言いましたね、はい、上から読んでも下から読んでも町田ちま、うん、可愛らしいね。その理由なんですけども、はい、ふんわりとした話し方、うん、透き通った声、うん、優しさの権化といえば彼女ではないでしょうか。あ、素敵ですね、うん、彼女の歌には人を癒し元気にする力があると感じます。おっしゃる通りですよ、うん、最近では夢を追いかけるくんのマインクラフト配信でトイレに立つ彼を笑いながら土とフェンスで埋め立てたり、彼の部屋を水浸しにしたりしていましたが、いい思い出だね。それも配信の撮れ高を作りたい彼女の優しさ。あ、なるほどね、まあ一理ある、うん、一理あるね、わかるよね、わかりみふかし。クザくん、クザくんもね、まだまだ黒石場ちゃんが桜りつきちゃんと仲良くしている配信に乱入して刃物を向けたのも、しばちゃんが浮気という誤った道に進まないようにという優しさ。物は言いようだね。言いようです。ぶっちゃけね。物は言いようだね。ヤンデレサイコ、狂犬図の狂ってる方、ヒューマノイドタイフーンと呼ばれても決して怒らず受け止める。刃物は出す。用さしたのかな。そんな優しい町田ちまちゃんをみんな救ってくれよな。とのことなんですけども、どうですかスレザンゴさん。おいバラすじゃねえよ。お前なんだよな。お前たちまのふりをして、わしたちま の,、うん、あの事前のお便りを送ったことにしたかったのに。バレてしまった。これを送ったのは、夢を追いかけるです。はい、自作自演です、うん、まあでもね、実際ちまちゃんはね、本当にそういい子なんですよ。いや、本当にいい子ですよ、うんうん、ただ人との距離感の詰め方がね、うん、詰めた後かな、うん、仲良くなった後がちょっとアクティブすぎるだけで、そう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 。あの愛情表現が、ね、結構苦手なんだよね。そうそうそう、愛情表現がちょっと尖った方向に行ってしまう。物理的に尖ってしまった方に行ってるって感じなんだけども、ちょっと血液が見たいだけだな。そう、本当それだけ。コメント欄に多分ね、いないと思いますけどね。あの見られてるとしたらもうちょっとあの勘弁してくださいとか。この後ディスコード見てみたいと思います。先ほどねいらっしゃいましたけど、まあ、あの本当に優しいね、うん、可愛らしい子ではありますので、ね、うん、ひなちなちまの3人をね、ぜひ皆さんフォローしたり、チャンネル登録してあげてくださいという感じですね、うん、まあ、でも実際あの3人は本当に裏でもすごく気を使ってくれてるタイプの子たちだし、そうね、うん、本当にね、何かとこう話しかけてくれたりね、うん、そう、うん、気にかけてくれたり、あのインフルエンザの時でもかもね、ちゃんと心配の、あれもしっかりだね。そうですね、ここ二人はあの、言われてみれば、そうコンビみたいなところですね。あの、山本さんがインフルエンザで、僕は食中毒になりましたから。お互いあの、代わり番号に1週間ずつ。1週間ずつね。あの、当番制のように1週間ずつ。ツイートされてるぞというあの怖い報告が来たのですけども、見なかったことにしたいと思います。やめてください。あの、二次三次の燃料と呼ばれている我々はね。燃えやすい二人なんで、ね、本当ですよ、本当。うん、男性らはあっという間に燃えますからね、皆さんの。本当に勘弁してください、本当に。あの、零細企業なんで。男性 VTuber は本当にカツカツなんで、本当に気を使って頑張ってるんで。そんなね、うん、燃えやすい我々のことを、じゃあ、クザ君はどう思ってるのかな。あれはワニだ。いや、まあ、わかんねえ、これやっぱさ、このボタンさ、やっぱあれはワニだはさ、あの俺たちが採用してるみたいなあれなんだけども、あれはワニだはね、どこで押していいかわかんねえんだよ。これね、僕も今ね、あれはワニだでいいかなって思ったけど、よくないね。よくないね、これ。
これなかなか多分ね、あの3時間経つ頃には、うん、完全に使いこなしてるはず。そうそうそう、だからあの俺たちもこの3時間で成長してみせるから、そうクズハボタンに対してもうちゃんとやっていけるようになるから僕たちの成長具合を見ててくれ、うん、みんな。そうそう、頼むぜ。そう頼むぜ。なあクズハ君。おいおい間違ってんねー。よし頑張り方が頼っちゃったら使っちゃうね。使っちゃうこれね、だからもうちょっとね見ないようにしとくぐらいでちょうどいいと思うんだよ、ね、あ本当に。なんか思い出したように言っちゃうんだよね、うん、つい、うん、今完全にあのボタンを押す係は前もつけすけに任せて、そう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 今ね、あの物理的に今我々の距離が非常に離れてやってるんですよね。皆さんね、このバーチャル間の距離ね、隣同士見えますけど、うん、僕らの2つ席空いてますから、ね、非常に遠いんです。今非常にわけわかんない状態ですごい遠くの方に前もつさんって感じでやってますから夢追いかけに渡すとしたら相当投げていかないといけないんで、あ、もしかしてここですか、ここあれ、あ、もしかしてここですか、ここ帰ってきましたか、どうですか、夢追いかけるです、前本圭介です、夢追いかけるです、皆さん聞こえていますか、前本圭介です、ワニが回線落とした、ワニが悪いのか、ワニに来たか、戻ってきた、なるほど、それはもしかしてこいつは始末書者だな。はい、というわけでね、一からには怒られてきたもん、ほんと。iPhone 10、あ、なる、そう、始末書者だな、ワニを伝えると。あ、大丈夫、いや、帰ってきてるね。帰ってきた。あ、OK、大丈夫です。じゃあ、次。ワニ怖えな。これ、ワニを押すと落ちるってなったんだろう、いよいよ何のために採用したのか分かんなくなってくる。使えないかもしれない、もうこれ以降。ワニじゃねえよ、もうそろそろ。完全にね。完全に、それはダメですよ。まあでも、はい、さっき出てた3人の話に戻るんですけども、はいはいはい、ちまちゃん、まあ歌が強いですよね。歌は強いですね。あの歌でやっていきたいっていうのは、その初めて会った時に、その、はい、なんだろう、初めて会った時とか初めて通話した時に、うんうんうん、こういう方向で頑張っていきますっていうので歌って聞いて、へえそうなんだって思って、初めて歌ったのはミラティブかな。あ、はい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 、ミラティブの配信で、はい、あれかな、国歌を歌ったやつか。そう、一番最初に国歌をねあの歌ったやつの、あの何歌うのかなってリスナーに振られて、うん、3秒ぐらい悩んだ後に速攻で国歌を歌いだしたよね。あの時ミラティブ本当に普通にやっぱみんなデビュー気になってたから見てて、うん、はあ、めっちゃうまいやん。いや本当にね、だから僕控えてたんです、その時ね。あ、そうそうそう、ね、控えてて、あの控え室で普通に震えてたよね。あ、こんなうまいのあるんかい。僕もうダメかもしれない。いやね、だからもし聞いたことない方は本当にちまちゃんの歌聞いてみてほしい。そう、あの歌ってみたね、あの2つぐらい上げてると思いますんで、うん、あの歌声になると、あの普段のその優しいふわっとした声からこう、そう力強いこうガッとこう声量出してこう押していく感じの声になるんですけど、そうだからいろんなこう人格があるんですよね。そう、普段おしゃべりの時のほんわかしたマジちまちゃんと、はい、あのコラボの時の刃物を持つちまちゃんと、はい、あの歌を歌うその、まあ、神のようなちまちゃんと、そうということでね、うん、いろんなちまちゃんを皆さん見ていただきたいということで、20分ぐらいちょっとまたちまの話をしてますけど本当にさっき、じゃあなんでお前もうちょっと広げなかったんだよ、せつなさんに悪いんじゃないかって、せつなさんとリリムちゃんにまあでもせつなさんもリリムちゃんも本当にいい子ですし、リリムちゃんはね、昨日、うずこうさんが誕生日だったんですけども、はい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 、うずこうさんの誕生日のためにね、あのポケモンの、うずこうさんポケモン大好きなんで、あ、そうですね、はい、はい、それをマインクラフトで二次三次サーバーの方で作って、はい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 、はい、で、まあ、誕生日プレゼントとしてね、すごいあの立派なやつ、あ、いいね、うん、リザードン、あのうずこうさんがリザードンが一番好きなポケモンで、そう、なんかそういうなんかね、こう二次三次の間でこう誕生日の人を祝うムーブみたいなのがなんかね、尊いなってなるよね。あれはね、あの、まあ、俺も一応その手伝わせてもらったんだけど、あ、そうなんだ、はいはい、そうそう、話してもらってね、はいはいはい、で手伝わせてもらったんだけど、やっぱああいうのを企画してちゃんと形にして、うん、ですごいいいものを作ったじゃない、はい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 、はい、うん、だからああいうのってやっぱなんだろう、そう、このせつなさんが書いてるようにね、うん、気配りとか配慮とかができてないとできないことだから、あ、いい子なんだなっていうのをね、ね、本当に昨日強く思った、ね、感じた、うん、めっちゃ心から思ってないとね、うん、その誕生日祝うっていうムーブすら多分思いつかないかもしれないからね。そうそうそう、いや、いい子だなと思いました。本当にすごいなと思いますよ、うん、はい、まあ、というわけでこの辺ですかね。はい、わかりました、はい、というわけでね、勝手に推薦二次三次で一番丸々な人、はい、パート2でした。はい、はい、こちらこの後も続くのでね、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、というわけでね、はい、まあ一息ねついた感じなんですけども、はい、ああ、もう休憩したいですね。早いよ、呼ばなきゃいけないから俺たちの担当まだあるあるから、まだ帰っちゃいけないの、まだ帰っちゃいけないから、なんかどうやらなんかね、ま、遊びに来てくれてる人がいるみたいなんですよね。人
ってこう、うん、クエスチョンマークがついたということは誰でしょうか、うん、どれですかね、はい、読みとこ間違えて俺のパートを読みやがってやるやつやるやつ、はい、というわけでね、あの僕がラジオで一緒にやったことのある、はい、一人と一匹が来てくれています、はい、それではお呼びしましょう。黒いしばちゃんと矢車りねちゃんです。はい、いらっしゃい。はい、矢車散歩行くぞ散歩うるせえ。お前が引きずれる側なんだ。はい、皆さんこんにちは。二時三時の天才賢い最強名犬らしいこと、黒いしばです。はい、きりちゃんです。はい、いらっしゃい、はい、皆さんこんにちは。2時3時1音質の悪い女ヤグルマヒゲです。こいつでマウントを取るんじゃねえよ。いらっしゃい、どうも。はい、どうもこんにちは。どうも、こんにちは、はい、もうなんていうかリラックスしますね。まあね、うん、まあ同期なんでね。そう、あの配信中とは思えないほど今背もたれに背を抜くかな。確かに。シバドアップで草ドアップですね。犬だけえらい近いっすね。シバちゃんだけカメラ食べてるし、うん、なんか夢雄くんに関してはなんか、うん、なんかあさっての方向向いてホッパーってするリラックス状態を表してるのこれは。なんかすごい俺もなんかちょっと焦点があってない感じが。なんか全員力抜けてるよこのターム。でなんかリネちゃんだけがなんかしっかりピシッと決まってる感じが。まあ可愛いですからねリネちゃん。音質じゃあ司会や車に交代する。いやそれやんのか。おやんのかね。番組で。はい、じゃあまあそんな感じでね。そしたらね、あ、ちょっと早いあれか。なるほどね。そうそう、まあまあまあでもね、あのこの4人はまあ同期なんで。そうですね。あ、ただあれですね、デビューしたタイミングで言うと俺が1ヶ月半くらい。そうか、うんうん、一応黒石場ちゃん、矢車りね、夢をかけるは同時期だけど。そうですね、そうそうそう。あの同期だけども結構デビュー時期的には離れてるってことじゃあハブかな、うん、あ、しかもあれだ、俺だけあ、それもやしばラジオに出たことがない。前本圭介だけ色黒で。前本さん今日お疲れ様でした。そうなんですか、メインパーソナリティなんだ。じゃあまあ、矢車にねと交代していただいて。あ、ここは、まあ、任せてください。ごめんごめん、あの自分で言っといてなんだけどそれは僕が不安。言ったのもやし。ちょっとそれだけは勘弁していただきたい。まあそれはね、そんなこと言うからもやししか食べられないんだよ。おっ、あ、ならん、僕もなんかヤグルマリネが言ってると喧嘩越しですよ。ヤグルマリネはね、あの気を許した人の前だと急に態度が変わる、うん、態度が変わる。まあまあまあ、最近あの気を許したつもりはないぞ、うん、あ、本当に。ほら、可愛いこと言って、ほら、評価上げていこう。ほら、そうそうそう、すごい。今気を許しすぎて、すいません、気を許しすぎちゃって。気の利いたこと言えねえか、お前。考えてこい、考えてこい。配信ベタかよ。可愛いムーブ全くできねえな、お前。まあまあやっとるやろ、可愛いムーブしていく。下手すぎる。普段やってないから。まあね、そんな我々もね、あのついこの間までこう一番新人でしたけど、そうですね、後輩が入ってきましたね。そうですね、そうそう、いよいよ来ました、いよいよね、何人だ、4たす3だから7人か、7人、現在7人ですね。そうですね、7人、うん、誰か気になる子とかいますか。可愛い子でね、皆さん気になる子います。しば、ね、ちゃんとか気になる子いる。あ、しばですか。ああ、はい、もういつまでそれやるんだ、それ犬しばはね、みやこちゃん。あ、はいはいはい、あのね、うん、写真部部長さんってことで、はい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 、実は写真もね好きなんですよ。そうですね。なのであと その子と、うん、あと、ね、まあ、はい、メジちゃんは狼で気になってるでしょ、うん、はい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 、で、いいね、まあ、あのスワベ。スワベじゃねえんだよ。スワベじゃねえんだよ。公式放送なんだよここは。しばちゃん聞いて、名前って大事なの。名前って大事だから。そう、夢追いかけるが言ってるんだぞ。覚えてあげて、みんな名前覚えてあげてね。そう、スワベじゃないよ。そう、カタリベツムグさんね。まあ、あの、うん、カタリベツムグさん可愛いしね、あの、まあ、一番しばのビジュアルが、あ、ビジュアル的にこうザクッとしばに刺さったのは実は小野町ちゃんですね。あ、あの聞いてるとほぼ全員刺さってる。逆にあの上げなかった人が普通になるぐらい上げ上がって。このまま止めないでいたら多分全員言うんだろうなって感じですけど。ね、全員言うんだろうなって。まあ、でも時間が押してしまうんで。そうですね。はい。そしたらじゃあこの二人を迎えて、アンケートのねコーナーに、移ってみたいと思います。はい。はい。はい。というわけで行ってみましょう。狙え 23%。イエーイ。イエーイ。
パチパチパチ。マウスさん説明をどうぞ。はい、このコーナーでは通話で突撃してくれたお二人に事前にツイッターでアンケートを取っていただきました。はい、その中からこの選択肢が 23% 出るだろうってものをアンケート予想してもらい、それがいかに 23% に近いかを競ってもらいます。お願いします。はい、というわけですけども、はいはい、お二人はこれはお二人で考えたんですか？そうですね。お、じゃあね、頑張って考えたんだけど、うん、はい、もうなんか二人ともなんかポカーンとしちゃっても何がいいか分かんないね。もうなんか突然に違うじゃない。お前ら、お前ら、俺たち分かってないからさ、それは困るんだよな。お前らちゃんと公式放送に出るんだぞ、お前ら。完全にスイッチを切った状態にしてるって、お前ら。そう、打ち合わせの後になんか、あの、あれ、まだアンケート取ってなくねって言って。そうね、急いで30分間アンケート取りました。はい、取るんやぞ。はい、じゃあちょっと聞いてみたいと思いますけど、アンケートだ。じゃあ何を聞いたんですか？恵方巻きにの中の具材、あ、今日節分なんで、はいはいはい、2月3日ね。恵方巻きの中の具材は何が好きっていうの。ああ、はいはいはい、まあ、うんうんうん、あ、なるほどね。今画面にも出ましたね、恵方巻きの具、何が好きと。はい、じゃあ非常にいいタイトルじゃないですか。いいですね、うん、そしたらじゃあ選択肢はじゃあどんなものを用意したんですか？リーちゃん言って。なんだっけ、ちょっと待ってちょっと待って、今慌てて見てるから。あ、卵、かんぴょう、きゅうり、しいたけ。はい。はい。あれだな、終わってたよりメインのやつが来なかったから、おーみたいな。まあ、23番に選んだよ。まあ、確かにね。そうそうそう。メインってなんだ？メインって、いや、これメインなんですけど。うん。おー、そうか。もう、ま、パーソナリティとあのゲストなんで帰りが起きてますけど、うん、そうですね、まあ、それは後ですり合わせするとして、うん、じゃあ、どれの選択肢が 23% になると予想されました？うん、あれ、お前ら通話繋がってますか？大丈夫かな、聞こえてるかな、落ちしてます、大丈夫か、リスナーの皆さん聞こえてますか？天才犬、うん、おい、どれが 23% 取ると思ったんだ？覚えてないか、おーし、覚えてないか、しいたけ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 でいいのね。いい、本当にいいのかい？ファイナルアンサーだな。変えちゃダメなんでしょ。え、なに、なに、変えたかった、変えたかった。いやいや、それはダメだろ。あ、それはダメだろ。何言ってんだお前ら、コーナーの趣旨を理解してきてねえなお前ら。まあ、椎茸ってことでいいかな。じゃあ椎茸でいいかな。いいよ、いいの、分かった、分かりました。じゃあ結果の方見てみましょうか、どうぞ。あ、惜しいのがある、はい、卵が 44% で1位、はい、キュウリが 22% で、はい、かんぴょう 20%、 そして、しいたけは 14% と。あ、なるほど。あ、だから変えたいって言ったのね。変えたい、なんか言った瞬間に、あ、これ、しいたけ、あ、あー、なるほどね。キュウリが一番好きなんですよ。あ、そう、え、卵に塩が集まるのはもう予想してたです。予想してた。あ、そうですよね、うんうん、卵は揚げ物だったね。はいはいはい、23% って少ないから、じゃあ椎茸にしようよって言って、はいはい、椎茸にしたんですけど、なんかよ、うん、なんか結構嫌われていたという。あ、椎茸は、はいはい、うん、思っていたより国民の投票得られなかったな。そう、支持が得られない椎茸さんでした。ワン、はい、ね、ちゃんはキュウリ食べられるの？あ、しぼキュウリ食えるよ。あ、そうなんだ、うん、そうだよ、キュウリは大丈夫。だからキュウリが一番好きなの。正直この中でキュウリと卵ぐらいしか食べれないかなそうだね、そうだね。まあまあまあ、でもね、あの、なんでしょう、今回この、まあ、4つ選ぶわけじゃないですか。はいはいはい、うん、4つのうち 23% って25% って4分の1じゃないですか。そうだね、そこそこ取れるやつ選ばないといけないですよね、これ。あ、確かに、そうそうそう、4分の1はいかないぐらいの、計算ミス、難しいんですよね、これ難しい。あ、これ3択にしてればよかったね。あー、3択あり、うん、3択にしたらありだったか、うん、いや、1回全部空白にして全部 25% にばらけさせて、その中から1個選んでそれはね、もう芝がね、あの、腐るほど怒って止めた案怒られたバカ野郎って言ったそれはずるいぞ企画ってもんが分かってねえ、ヤグルマって偉いな、天才犬は偉いな天才だから、名言らしいだから、はい、なるほど、まあ、今回残念ながらはい、というわけでね、不正解だったということで、はい、それではですね、まあ、時間も差し迫ってまいりましたんで、お二方、じゃあ最後に一言ずつお願いいたします。お願いします。しばちゃんからどうぞ。はいはい、
この放送を聞いて、くれた人たちは分かったと思うんですけど、二次三次の、天才で賢くて、最強の、名犬黒石場の、チャンネル登録を、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあリネちゃん、はい、この天才で可愛いアグラマリネのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。じゃあね、マシュマちゃんもリネちゃんも遊びに来てくれてありがとうございました。またね、バイバーイ。バイバーイ。さあ、じゃあ、まあ、そろそろね、そうですね、パーソナリティ交代の時間ということで、はい、僕夢をかければそのままに、はい、森中和樹さんと2人でこれからやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまたね、まいもっちさん。はい、バイバーイ。またちょっと出させていただきます。一旦いたしまーす。はい、というわけで改めまして、ここからは25分ほど私もう森中和樹と私って言わないじゃん、もう私じゃないよ。完全に今台本に踊らされたはい、僕夢を追いかけるガッツをさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、ここの絡みも初ですね、初めて。そう、さっきの前本おじさんは、結構裏で絡んだりはまあしてるんだけど、本当にかざちゃんに関しては表も裏も初めてですね。はじめまして。はじめまして。はじめまして。夢をかけると申します。森中和樹と申します。普通ですが、よろしくお願いします。はい、ってな感じでね、かざちゃんと2人でお送りしたいと思うので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあ行っちゃいます、行っちゃいますか。行っちゃいますか。それじゃあそろそろ最初のコーナーに行っちゃいましょう。はい、勝手に推薦、二次三次で一番〇〇な人。イエーイ。リスナーのみんな、まったりやっていくぞ。イエーイ。はい、このコーナーですが、二次三次も始まってね、もう1年、もうかなり人数も多くなってしまった二次三次ですが、まあ、ライバーおのおのが思っている二次三次で一番丸々な人っていうのを聞いてみました。はい、で、まあ、選んだ理由やそれぞれの根源となったエピソードも一緒に、ね、答えていただいたということで、まあもう3回目ですね。もう続いて3回もやってる。ずっと同じセリフ言ってますこれね。はい、で、まあ、このコーナーはこちらで、まあ、3回目でラストということで、じゃあ早速読んでいきましょうか。読んでいくか。はい、じゃあ最初のお便りはカザちゃんお願いしていいかな。はい、じゃあカザが読みたいと思います。はい、はい、ラジオネームレッドウィングさんからの、はい、ものです。うん、なるほど。はい、二次三次で一番、色白な人。ほう、ほう。さあ、レッドウィングさんがじゃあ誰が一番色白だと思ったのかと。これちょっと待ってください。あれこの人ですよね。台本の漢字は事前チェックしておいたけど、うん、あのラジオのお便りの漢字がチェックされてなかったですね。そう、ちょっと待ってこれはですね、うん、あの間の文字は、うん、あのゆいが独尊って言いますね。ゆいが独尊、うん、これもう読んじゃうかも。僕読んじゃう。びっくりした今。あのですね、こちら、はい、椎名ゆいが独尊かと書かれております。こんな方だったっけな。これとこんな名前だったかな。ああ、まあまあまあ、なんかその気もしてきましたね。言ってみれば。どういう理由でじゃあ、はいはいはい、やったんでしょう。正月ボイスのサムネイルで鏡餅にされてたから。されてましたね。まあ、確かにされてましたね。これあの多分分からない人何人かいるかもしれないんですけど、うんうん、あの二次三次が、ね、1月に、期間限定で正月ボイスっていうのを出したんですよね。出してましたね。出しました。で、我々もあのボイス出させて、はいはいはい、いただいてたんですけども、その時のサムネイルで、はいはい、まあ、大福というね、うん、あだ名がつけられている、椎名ゆいが独尊ゆいかさんですが、ね、うんうん、あの頭にミカを乗っけられて、うん、あの鏡餅にされたと。遊ばれていた状態。そう、完全にね、うん、遊ばれてました。公式に遊ばれてる。まあでもあの多分人の顔で遊ぶっていうのは、うん、多分かさちゃん得意な方だと思うんだけど。まあそうですね。やる側ですかね。あのそういつ
も本当にあの僕がデビューする前からね、あのカズシャーの放送たまに見せたりしてたんですけど、うんうん、本当毎回毎回あの素敵なね、あの剣持宗谷のクソコラを、これはやられたいっていうことこれはやられたい、これはいじられキャラの、これはもしかして欲しがっちゃった、欲しがっちゃって、あ見えちゃってるよ、これはリスナーのみんな、僕は話題の選択を間違えた。はい、次終わった時、はい、性別変わってます。ゆめこちゃん、ゆめこちゃん、ちょっと楽しみ。はい、じゃあそしたら次のお便りを読んでいきたいと思います、うん、はい、じゃあかけくんお願いします。はい、ライバーネーム、これも本名の方からいただきました、うん、はい、あちきたちなみちゃんですね、うん、ちきたちなみちゃんからのお便りですと、はい、お題は二次三次で一番無人島で暮らすことになったら隣にいてほしい人と、なかなかね多分頼りがいがある人とかね、確かにそうだね、うん、人によって変わる、おそらくねきっとそういう、うん、方が出てくるんじゃないかなと思いますが、はいはい、じゃあちきたちなみちゃん誰と一緒にいたいかというと、うん、林道美琴さんということで、やっぱあれかな、鬼の女王だから、確かになんか人里っていうよりかはほらなんか森とかに詳しそうだよね、そうそうそう、なんか多分サバイバルとかで強いよね、そうそうそう、それ違う鬼じゃない違うか、違うか、あれ野生の鬼のないか、この鬼はもっと上品な方だよね、上品な方、上品な、そう女王様だから、じゃちょっとあの、うん、ね、ちなみちゃんの理由見てみたいと思います、うん、はい、多分めっちゃ美味しい虫の料理作ってくれると、やっぱそっちの鬼だと思われてる多分なんですけどね、チキタちなみはあの鬼を誤解している可能性があるし、林道美琴のことをちょっとどう思ってるとか ね、うん、さっき通話してましたけどねいやあの結構綺麗なねお着物のね、そうですよね、結構ね和風の感じでね綺麗なお声もされてますし、美味しい虫の料理してる作るかな作るかなあ、でもなんかさ料理とかお上手そう、あ確かに、お上品、うん、いつもあのなんだっけ配信で必ずあの大量のお酒と大量のおつまみを飲んでらっしゃるんだけど、おつまみを全部自分で料理してるらしいね、うん、確かに家庭的ではあるっていう意味でいろいろとね、そうそうそう、うん、山菜とかも取ってね、多分ね、うん、いろんなの力が高いんだと思います、う、うんうん、あと癒しでもありますからね、それね間違いないですね、うんうん、これねクズハボタンを使ってあげてって言われてますけどね、あじゃ あのそんな林道美琴さんに対してクズハさんの、あどう思ったの、コメントを、うん、教えて、じゃあ、まあ結構ね林道さん多分癒されると思うんですけど、うん、クズハさんどう思われますか、わかりみふかし59歳、あ59歳だいぶあの年季の入ったわかりみを今いただきました、だいぶわかったんだろうなこれあのちなみにあの林道美琴さんに関しては、うん、こう結構凶暴な鬼だと思ったりもするんですか、わ、うん、かりみふかし34歳、あちょっと分かりみがあるけど、うん、59歳ほどではない、あそうだねいろんなパターンがあるだろうこの年齢リスナーいろんなパターンがあるだろう、この年齢分ける意味があったの3つあるんだけどこれあの真ん中の年齢もねあります、はい、はい、いろんなパターンで、ね、いじられていきます、クザ逆に46歳気になるよね確かにそれは気になるかもしれない、うん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 、さあこんなところでね、まあ、お便り読んでいったんですけど、うんうんうん、逆になんか我々の方でこう二次三次で一番丸々な人みたいなのあります、丸々な人、一番丸々な人なんか、うん、なんだろうな、うん、例えば二次三次で一番あの食べたら美味しそうな人とか、あよく考える、シンキングタイムやね、ちょっとシンキングタイムの間僕クザクと遊ぶね、ちょっと考えてるね、うん、どうかそうです、なんかよくわかんないけど、ちょうど2人で言いたいですね。なんだこのターブ。なんだこのターブ。ボタン目の前にね。ミリサンチで一番食べたら美味しそうなのは、うんうん、やっぱあの一番あの哺乳類としてあの食べれそうなのはやっぱシバだよね。ああ。確かに、うん、確かにじゃない、ちょっといろいろなバカに言われちゃうこれ今なんてあのこれ正直なんて反応するかなって思って話を振ってみたら、楽し確かに、確かに佐々木さんもあの犬を食べるということで、でもサバイバル生活でもう食べないと生きていけないってなった時に誰か目の前にいたら抵抗なく食べられるかって言ったら、やっぱ動物とか哺乳類系になっちゃうんじゃないかな、人の姿をしてないのがいいよね、そうやっぱ残酷だからそんなこと言って仲間を殺すのも残酷なんですけど、あの、ね、動物愛護団体に怒られそうだ、怒られちゃうんですけど、私は思いませんよ、思いませんよ、これも人間の差がですか、ね、そう仕方ないですからね、うん、無人島に行くこと、いやでもこれリスナーさんでも送ってる人何人も
いたよ。そうそうそう非常食。そうそうそう、あの今日ね、あの、うん、多分あの取り上げないですけど、はいはい、あの黒石場ちゃんは、ね、非常食って扱ってる人何人もいましたので、めちゃくちゃ送られてきます。それは多分人類の共通見解として、あの芝は非常食なんだなっていうところが私たちとカナたちのせいではありません。ドーラ様に尻尾をもらおう。あ、美味しいらしいから。美味しいのか。ファイアドレイクの尻尾美味しいらしい。カリ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 に焼けてるらしい。ユードリックやろうって言ってる人。人間だぞ。一番食いづらそうだろ。う、あれがそうですね。しかもなんか妖精とかっていうの一番わからない生態なんで怖いって。妖精を呼んでもらって料理してもらったらいいのかな。うん、妖精に逆に魔法とかさ、はいはいはい、粉とかかけてもらって、なんか物料理作ってもらうみたいな。妖精に作ってもらえばいいんだ。お絵本、絵本でよくあったから。ようやくライバーを食べずに済む話だからね。ユードリックが救ってくれた言葉を。そうなの。ありがとうユードリック。ありがとうユードリック。まだ、ね、デビューしてませんけどね。いや、僕はこの話の落とし所をどこにつけようか全然わからなかった。ありがとうユードリック。ユードリックが救ってくれたそれで。なんで僕は今黒石場を食べる話をしようとしたの。確かに椎名さんは大福と呼ばれてるから。あ、そういう意味では確かにな。確かにね、確かにもちもちしてて美味しそうでは、うん、美味しそう、うん、なんかいろいろとやばい発言だけど、もちもちしてそれちょっとこの、もしかして話題はこいつはしまっちょものだな。はい、さようなら。夢をかけるくんはね、はい、今日でライバー人生を終えるかもしれませんが、ということでね、はい、3時間後もね、僕がこの画面に映ってるかどうか皆さんね、ぜひ、うん、3人になってマイク非参考になってる。悲しいな。なぜかスペースが空いてる状態。せっかく抜擢していただいたのに。お、夢を燃えとるな、夢を燃えとるな。吸って吐いて、吸って吐いてした。吸って吐いて。今日ね、ずっと吐いてる。吐いてる。今日ずっと吐いてる。吐いてる。そう、メモを忘れてきちゃったので。ちゃんとね、完全に今、緊張の塊なんですよ。緊張の塊すぎる。いやいやいや、ちょっとコメント欄を見ていこうかな。お茶だけが残るかもな。お茶だけは残る。お茶は鎮火に使ってくれる。お茶を。お茶を。鎮火のために使われる。鎮火のために使われていい。そうか、そうだな。燃えとるな、男性陣は。お、燃えとるね、前元も燃えとるね、ついでに燃えとるね。ゆうりくん、バラで囲まれとるね。ゆうりくん、バラで。なんだろう、それは。美しい。また優秀な燃料ができたなって言われてます。そう、僕あのもや、あのなんかね、あのもやしをよく食べるんですけど、うん、こういう風にこう炎上するためにあのもやし炒めって言われるので、ぜひあのクソコラを作っていただける際はあのもやし要素を。ダサーい。くそ、これは嫌だよ。出ちゃったか、ダサ要素。ダサい、ちょっとセンスがないよ。これ実際に言われるのしんどいな。これそうだよ、この経験を剣持東洋は積んできたんだな。慣れてますからね。そうだね、やっぱ育成立ってる、ね、年上のお兄さんの扱いをもうお手の物だよね。いや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 、いつも見てますよ本当に。あ、ただのファンじゃん。何からなんか感想言われるけど。いやいや、全然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 、あの、あ、剣持東洋さんいつもあの牢屋に閉じ込められてるなって。この前のコラボ配信もしっかり見てる宣言された。全然そのもうちょっとつまんだだけなの。いやいやいや、この前もね、あの芝さんとのね、あのラジオ面白かったですよ。あ、本当ですか。あれ、うん、見ていただいてありがとうございます。見てましたよ。後輩のなんかラジオとか配信とかって結構見ることあります？見ますよ、もちろん。めっちゃ見ますよ。あ、ありがたい。コメントはしないんですけど。あ、なるほどなるほど。そう、ちょっとそう、コミュ障で、そうだからしないんですけど。まあ今度はしたいなって思います。あ、ぜひぜひ。なんかまあコメント以外にもぜひぜひね、なんか結構ゲストとか。本当ですか。あの、じゃあクソコラできましたっていう報告をいただきます。はい、ディスコードお待ちしております。じゃあ閉めますか。うん、よし。はい、ではそろそろ、ん、あ、あれ、あ、これ見てるページが、あれあれ、うん、多分ここをじゃあ読めば大丈夫ですね。というわけで、というわけで、めっちゃ優しいやん。おいおいおい、なんでだ。はい、ということで、勝手に推薦2時3時で一番まるまるな人はこの辺、その3はこの辺にしてみましょう。はい、何事もなかったかのように、こちらこの後も続きますので、よろしくお願いします。後輩にフォローされてる。申し訳ねえ。はい、っていう感じでね、うん、何回一息つくんだって話ですけど、またね、一息つきましたよ。やっと終わった、うん、もうここで終わりたいぐらいですけどね。終わりたいですね。緊張のあまりバクバクしてね。もう初絡みにしてはね、結構長いこと。え、でも楽しいよ。あ、本当に。あ、楽しい。やった、イエーイ。
ぜひどん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 遊んでいきたい、うん、遊ぼう、いろんな人と絡んでいきたいということで、早速ねまた遊びに来てくれる人がいるみたいですね、うん、はい、じゃあというわけで早速お呼びしましょう。エルさんと鈴谷亜希さんです。どうぞどうぞ。あ、ヤッホー、はい、聞こえて、聞こえてるよ、聞こえてるよ、大丈夫だよ。こんにちは。はい、二人で戸を叩きまして。はい。はじめまして、夢追いかけると申します。わあ、はじめまして。そうですよね。ガチの初対面っていうね。あ、配信で見た人だ。お互い配信見てる。僕もめちゃめちゃ見てるんだよな。はい、じゃあエルちゃん自己紹介お願いします。はい、自己紹介します、うん、こんにちは、エルエル、エルフの国からやってきた美少女エルフのエルだよ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いい。続いてアキちゃん。はい、皆さんこんにちは、性別なんて関係ない鈴谷亜希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というね、こう癒し枠3名様が今僕の周りに。癒し枠、癒し枠、待って、あきさんは間違いなくそうでしょ。あきさんから真っ先にツッコミが来ると思うんだけど、エルちゃんとカナは、ね、あの言われたことがないんですよ。言われたことがない。本当にびっくりした。言われたことなかった。え、嬉しい。嬉しいですね。セラピー、セラピー。なんだよセラピーって。なんだ、ラップバトル。名前の中にセラピー入れときます。また増えちゃうじゃん。エルさんの名前は可変式なの。どんどん増えてったりね、脱退したりする。気に入ったのがあったら入れていきたい。結構自由な感じなんだね。カラダイスよ、猫くん。あれはご自分でも覚えてらっしゃる、やっぱり自分の名前。あ、そうですよ、覚えてますよ、もちろん。歌歌ってたもんね。ね、歌もあるからね。なるほど。え、じゃあ、言える？いるよ。じゃあ、行ってみ。ちょっと待って。あ、行きますよ。はい。のホワイトパラダイス、エルサンフロー、ワスレナフィア、プリンセス、リーブルラブ、ハイデルのことピアットゼ、バルキラパッション、アールブノエル、チャコボシ、エルアリア、フロージャー、メイドインブルーメルです。すげー。早口でも言えるようになってる。そう、だんだんね、ま、言えるようになったんですよ。そう、今日も朝配信あったんだけど、日々成長してるねって言われました。そう、言えるようになってるみたいな。お母さん嬉しいわ。ママ。すごいな、コメント欄でも言えてる人結構いますね。うん、結構いますね。高速優勝してる、まあ、自己紹介で拍手をもらえるって言われる。甘っちゃるい世界だ。あったけえな。あったけえな。リスナーにね、優しくしてもらってますからね。そうだね。そっか、こう思うとじゃあかけくんは3人とは初めてなんだね。そう、だから完全に今緊張してますね。ガッチガチじゃん。うん。マジで全然そんな風に見えないけど。本当ですか？今だからあのバーチャル、バーチャルでね、通したの見えてないですけど、あの汗ダクダクですからね。本当だ、生えてる。ハンカチ片手ですからね。まあ。この三人のこう共通点みたいなのってあるんですかね？お。女性人というか男性人というか、共通点プリキュアが好きかってところかな。うん、あれ、え、プリキュア視聴が激しい。視聴が激しいね。プリキュア視聴していく。あ、あとはあきくんちゃんもそうね、うん、プリキュアそろそろ見た方がいい。見たことがないからね。ここで無理やり共通点を作って。ご利用してるじゃん。ここでプリキュア見させて、みんな共通点プリキュアだねっつって、まあ、そうだね、今日1話やってたからね、ツインクルね。うん、付き合えば不況が始まっていく。あとあれって、あのみんな歌動画を上げてるのかな。おー、確かに全員歌動画を上げてるっちゃ上げてるっていう感じで。確かに、やばー。じゃあみんなでアイドルユニット組もうか。あ、センター争いしたくねえ。センター争いしたくねえな、この4人。ローラースケート履きたいです、ね。ローラースケート。それ違うやつだよ。多分長寿ゆえのネタだ。ようこそになるわ。そう、今だこの中だとカタちゃんが一番年下で、うん、そうだね。エルさんが、はい、281歳ですね。あら、もうじゃあだいぶね、はい、人間界にも慣れてきて。あ、しかし大丈夫かな、はい、ローラースケート。確かに180歳大丈夫、大丈夫、俺ガクガクしちゃうかな。羽がある、いたわってくれる、いたわってくれる。優しい、優しい、優しい、優しいな。
優しさに包まれてる。じゃあアイドルユニットでどんな立ち位置にします？僕あの後ろで、あのなんか DJ ブースみたいにキュッキュしてる人がいい。あのセカオバの後ろの人。歌わないの。時々あのイエイって言うから。イエイ。もっと主張してもいいんだよ。本当にこの3人の前で主張するとね。主張していいんだよ。全てが叩き折られる予感しかしないんで。もう投げてきちゃうから、もっと自分を売り出して。そうだよ。前に出てきたい。本当は。本当は前に出てきたい。まあ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 、アキちゃんかな。センター。うん、確かにね。荷が重い。いや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 、やっぱ。上手だからね。そうね、人を魅了するといえば鈴木亜希みたいなところあるから、ね。え、じゃあエルちゃんは何やなんか担当したいのはエル手拍子煽りたい。ファン側じゃねえかよ。みんな歌って。客側だろ。歌って歌って。エルちゃんもね上手だからね。そう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 。歌がそうそうそう。そうね、デロンさんのライブにもね出る。あ、そうそう、そんなことないです。そんなことない。何照れてるんだよ。何照れちゃった。誰やねん。キャラがぶれてしまう。かなちゃんは位置的にはどこに行くんだ？なんか着ぐるみ着て出てきたいな。ほう。ああ。そういいですね。マスコットキャラみたいな感じで。ああ、可愛い、確かに。確かに確かに。こゆい。こゆい。もうあきちゃん一人でいいんじゃないもん。僕らじゃあお互い言うと全員で。全員お互い言うと。じゃあまあそんなね4人でゆるゆるとやっておりますが、はい、じゃあまあアンケートの方にね、行ってみたいと思います。うん、あ、はい、アンケート、こちらアンケートのタイトル何ですか？いきます。はい、狙い 23%。 イエーイ。はい、じゃあコーナー説明をお願いします。はい、このコーナーですね、通話で突撃してくれる人に事前にツイッターでアンケートを取っていただきました。その中からこの選択肢は 23% 出るだろうっていうものをね、アンケート予想してもらい、はい、それがいかに 23% 近いかを競っていただきます。はい、というわけでね、じゃあまあお二人のアンケートをね見ていきたいと思うんですが、これはどちらか考えたとかですか？はい、うん、ありますか？今日は二人で考えたんですか？それぞれアンケートを取りました。あ、1個ずつ、ね、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあエルさんから、見ていきたいと思います。そしたらじゃあエルちゃんはアンケートでは、はい、じゃあどんな質問をしたんですか？エルはですね、ずっと気になってたんですけど、エル、はい、のこの長いフルネームを、はい、全部みんな言えるのかなって思って、はい、なるほど、言えますかっていう質問に対して、選択肢が全部言える、うん、ところどころ言える、うん、ほとんど覚えてないよ、うん、っていう三択にしましたね。なるほど、はい、じゃあその中でじゃあどれが 23% になると思いました？いやでも一番低い 23% っていう意味で、うんうんうん、ほとんど覚えてないに書きました。あ、もうみんな覚えてるだろうと、ほとんど、はい、そうだね、歌も出てるしな。確かにね、うん、まさかね、これでも覚えてない人がたくさんいるわけない、ま、ね、えねえ、そんなわけない、はい、ツイッター見てないからちょっとドキドキしてます、ね、あ、そっか、じゃあ一緒に見ましょう、はい、みんなで一緒に見ていきたいと思います、うん、それではね、どれだけエルさんのフルネーム覚えられているんでしょうか、はい、結果発表こちらです。ドン、あ、ドン全部言えるよ 15%、はい、部分的に言えるよ 39%、はい、あ、ほとんど覚えてないよ 46% ですそうじゃん、悲しいというわけでですね、想像以上に認知度が低かった、低かったですね、悲しい。いや、なんかいつも配信のコメント欄とかで覚えたよっていう方多かったから、ちょっといけるんじゃないかなって思ってたんですけど、なるほどね、覚えてなかったよって方はシュンってしてたのかな、そのコメント欄の時に、うん、ああ、そうだね、静かにしてたのかもしれない覚えてる人だけが多分出てきたんでしょうね。そうだね、あ、そうそうそう。やっぱ難しいですか、覚えるの。いやでもね、カザ覚えたよ、うん、あ、本当？曲で覚えた、曲で覚えた。なるほど、やっぱね、あの曲、イメージソングはでかい。だからカザも出てる、うん、なんか覚えてる人結構多いんかなと思ったら、半分くらい覚えてないっていう結果になって、本当にびっくりして。なるほど、じゃあ、あの A さんの本名じゃもう覚えたいよって人は、ぜひそのね、動画の方を見ていただければと、うんうん、聞いてみてください、本当に可愛い曲なんで、はい、思います。そしたらじゃあ、アキさんもじゃあアンケートしていただいたと、はい、そうだね、いうことで、じゃあそれはどんなものですか、質問は。もう面白いこととか激しいこととかは皆さんが出してくれるだろうと思ったので、はいはいはい、うんうん平和に、僕が1ヶ月に1回カフェを開いてるんですけれども、うんうん、そこで出るメニューを
4種類出しまして、お、なるほど、その中で一番人気のないものが 23% ぐらいかなと思って出してみました。なるほど。ちなみに選択肢はどんなものを、コーヒー、紅茶、オレンジジュース、アセロラジュースで、アセロラジュース狙いでした。なるほど。アセロラジュースがじゃあ 23% 狙いということで、はい、では、結果見ていきたいと思います。どうぞ。どん、コーヒーが 34%、 紅茶が 35%、 オレンジジュースが 19%、 アセロラジュースが一番低くて 12% と、いうことで、アセロラが狙いでした。そうだね、はい、一番低いのは確かにアセロラだったけど、ちょっと低すぎましたねこれね。ですね。そんなに紅茶みんなおシャンティーなもの飲んでる ね。まあでもあれか、カフェって言ったらコーヒー紅茶になるのか。まあそうかそうか、確かにエルも紅茶好きだな。なるほど。おシャンじゃん。どんな紅茶飲むのか。おシャン。え、あ、まあダーデリンとか。あ、最高級のお茶じゃん。ごめんね、ダーデリンでマウント取られてるのか。っていうこと今。そうですね。ダージリン。冗談きついぞ。使わなくてもバカに。え、ちなみにアキちゃんだったらどれを飲みますか。アセロラジュースかな。アセロラジュースが好きなのか。そう、好きなんだよね。なるほど。好きだけど、でも投票的にはじゃあまあ 12% だったと。まあ、だと。じゃあ、はい、じゃあ、 あのカフェで出してもっと人気を上げていきましょう、どんどん。そうだね。アセロラのね。そう。うん、それでもう 23% なんか優に超えて過半数取りに行こう。そう。世界一を目指していけみたいな。世界一アセロラジュースやぞ。カフェと言ったらアセロラやぞ。行きましょうね。そんなに素晴らしいもの。はい。一本。うん。っていうことでね。えるちゃんもあきちゃんも遊びに来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、そしたらじゃあまたねということで、うん、バイバーイ。バイバーイ。また続きありがとうございます。はい、ではですね、なんと早いものですが、またまたパーソナリティ交代の時間となります。あと 3,4 時間やりたい。ということでね、2人とも入れ替わるので、その間この3人に引き続きお願いいたします。はい、はい、以上ありがとうございました。ありがとうございました。またね。バイバイ。ゆずね、ゆずね。ん？ゆずねさ、うん、2時3時の日さ、うん、お洋服ね、何着ていく決めた？まだ決めてない。かすみちゃんは決めた？私もなんか全然決まんないからさ、お互いさ、うん、選び合い一個しようよ。あ、いいね、しよう。私、かすみちゃんに着てほしい服いっぱいある。ね、ダメだ、一着ちゃんと選んでね。うん。ちゃんと。あ、じゃあさ、このメイド服とかどう？なんでメイド服をそんなさ、めでたい日にさ、ダメでしょ、それは。ダメっすか？そんなん言うならね、そんなん言うなら、ゆずねえだってね、体操服とかで行かせるよ。やだよ、なんかちょっとあれじゃん、なんか、マイナーな感じじゃん。メイド服だって十分あれじゃん。そんなん。決まんないよ、それじゃあ。なんかどうするの？メイド服ダメだったら他何選べばいいの？なんでそんな案がないの？じゃあなんか他の人に意見聞きに行く？あ、いいね。じゃあ、なんか最近、すごいオシャレにこだわってる配信いっぱいやってるさ、二人組がいるの知ってる？あ、もしや、あの二人ですか？そうだよ。じゃああの二人にちょっと聞きに行こうか。行こう、行こう行こう。うん。ということで、リバーシの二人に、おしゃれ、ネジ三時の日に着ていくおしゃれなお洋服のアドバイスを聞きに来ました。お願いします。来ました。はーい。お願いします。いらっしゃーい。待たせー。そうだなー。ゆずちゃんはうん。かわいいけど、黒が似合いそう。そう、大人だー。確かに大人っぽいね。でも、うん、うん。かわいい、ピンクのお洋服とかも着てほしいかなー。あー、いいね。確かに。なんか、ちょっと恥ずかしいね。幼稚園児の服が重いなー。どうなんでそこでさ、幼稚園児っぽいから幼稚園児みたいなね。リバーシ信じられないよ、ちょっと。ね、ごめんね。私は？私は？かすみはー。そうだなー。そうだなー。白。ワンピースと
とかは？あ、ワンピースいいね。ワンピースかわいいよね。髪の毛も少し、いつもは下ろしてるから、ひとつ結びじゃなくて、ね、そうそうそう。お団子見てみたい。いいね、お団子かわいい。髪の毛量多いから、すごいモコモコになるんだよね、お団子も。ああ、じゃあ、ミッキーみたいにダブル。あ、かわいい。なるほどね。かわいくない？かわいい。ね。あとはなんだろうな、なんかパンプスが似合うよね、カスミン。パンプス？パンプスは昼間ある靴だよ。なりそうだもん。とても似合いそうなのに、でも二人でね、お揃いみたいなコーデみたいな、ね。お揃いみたい。ねえ、本当にやっぱね、二時三時の日だし、そうなんかお揃いとかでこう、めでたくね、あ、そうだね。ね、確かに。めっちゃいい。待って、二時三時の日っていつ？23時の日ね、2月3日。2月の3日。え、今日2月3日じゃない？うん。そうだよ。え、何時からだっけ？あれ？何時からだっけ？ 17 時。あれ？ 20。でももう半過ぎてるけど。え、もう。あ。は。始まってる？これもしかして。そう。どうもです。2時3時の学習型 AI、いつもかすみです。おいっす、二次三次の、はさくゆずちゃんだよー。チョリース、二次三次、とどろきょうこでーす。今日も神のご加護があらんことを、シスタークレアと申しまーす。まずいよ、聞かれてるよ。何話そうとしてたの？リバースはね、頼りになるな、おしゃれだし。そうそうそう。ほんとね、ここの蚊にもね、ね、そうですね。ヒヨンちゃんを呼んでね、これはもうすぐですね。あ、そうそうそう、勉強しに行かなきゃなー。そうだなー。ぜひ遊びに来て。行きます。おいでーす。それに、うんうん。ゆずちゃんとかすみんも。うん。あれよね、あずゆずヌーボにかすみんが出るって、そうそうそう、そうなんですよ。お今のとかしたんだよね。あー、いいなー。なうな、なうな、JK、JK じゃねえ。JC だよ。すごい。ママっぽいから、JC の。この他に、ラブが聞ける。そう、リバーシラボで、他、うん、に、あずゆずヌーボ。そう、どっちもね、女子力満点だから見に来て欲しいな、欲しいな、欲しいな、はい、ということで。ありがとう。ありがとうございます。バイバーイ。引き続き、ゆずさんの日楽しんでくださーい。ください。バイバーイ。どんな始まり？はい、というわけでですね、はい、改めましてここからは25分ほど私前本圭介と、はい、二次三次のあふれる情は二刀剣剣持ちというが務めさせていただきます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、マリカの時は本当に申し訳ございませんでした。本当にそうですね、僕と前本さんの接点って言ったらマリカ杯をやったんですけど、はい、そうなんですよね、はい、予選は抜けてくれたんですが、はい、インフルエンザで、決勝に行けないと、はい、いうことがありましたね。ほんとね、あの日はあの連絡をした時にね、うん、あのもう正直かかったのが、はい、確か4日か5日くらいだったんですよ、インフルエンザね、はい、で本番が8日っていうのが出てて、まあちょっと出るのしんどいだろうなっていうのを、まあ、診断受けた時にもう剣持くんの方に投げたんですけども、はい、その時にね、あの本当に心よくあのお答えいただいて、いギリギリまで待ってくれるっていうのをいただいたんですけど、やっぱり聞かなくて、そうでしたね、まあ、代打でモルルさんに代わっていただいたんですけども、まあでもそこでね、生まれる新たなドラマっていうのもありますから、ね、確かに、はい、あれはあれでよかったんじゃないかな。本当に、はい、授業参観って書かれてますね。剣道部員と顧問の先生、あ、確かにそれっぽいっちゃそれっぽいです、ね、趣がある。え、ちょっといつも笑ってるから気づかなかったですけど、なんかシュッとした時、はい、顔怖くないですか、前本。そんなことないですよ。うわ、怖っ、そんなことないって。怖っ、前本さん怖っ。怖くないよ。お、大丈夫なの、コメント欄言ってくれ。俺さっきまで燃やしてたけど、この人怖い人かもしんないぞ。あれ気づかなかった、全然。あれ嘘やろ。怖くないって。そうですね、なんか親しみやすいおじさんということでね、みんなに伝わってるじゃん。笑うとニヤニヤする感じでいつもいるから。剣舞で燃えてるな。あ、剣舞ね。あ、そういえばさっきブースに入る前にね、夢追いさんの焼死体が発見されました。燃え尽きました。いや、絵面がやばかったですね。絵面がやばかったから、もう露出も多かったんで、なんか歌い手と小学生っていう感じでしたからね。いや、危ないです。危ない危ない。
いやまあでも早速じゃあこの辺で新しいコーナーになるので、はい、新しいコーナー、はい、ほうほうやっていこうかなと思います。はい、新コーナーいっちゃいましょう。はい、急上昇でよく見るサムネイル大喜利その1ということでね、ということでやっていこうと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、全然このテロップの人が違うんだけど、あそう先ほどね、はい、ハッシュタグが二次三次の日の日がね、ひらがなになってましたけど正しくは漢字ですよ、はい、間違えないでね、はい、正しく言ってくれると嬉しいです。はい、お願いします。正しくハッシュタグ恵方巻きとつぶやいてください。はい、はい、というわけで剣持くんコーナーの説明の方をよろしくお願いいたします。はい、そうですね、最近YouTube でねなんか、はい、〇〇が会見で放った一言に一度驚愕その真実の、はい、その驚愕の真実とはとかあるじゃないですか、はい、黒背景に白文字でね、はい、人物の顔が映ったサムネイルみたいな YouTube の動画が、はい、だからこれを用いてライバーさんの顔プラス、はい、サムネイルに表示される文言とか動画タイトルを組み合わせて、はいはいはい、こんなんあったら絶対釣られるぞみたいな、はい、そう、そういうのを作ってみようとか考えてみようっていうコーナーでございます。はい、確かにあのサムネイルでこういきなりバンって出てこう芸能人さんの顔がバンって出てそこに文言で一度驚愕って。そう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 。はい、なんか、はい、そうですね。普段すごいなんかにこやかな人がガキが舐めてると潰すぞみたいな書いてあるのがね、はい、結構有名でございますが。まあそれをライバーのライバーでやってみようってことですね。はい。はい、さあ、うん、そうライバーからもね募ってるんでね、どんな感じのお便りが来てるかということで、はい、じゃあ読んでいきましょう。行きましょう。じゃあ一通目に行きます。はい。ラジオネームベルオカモンド探検隊さんからいただきました。はい。はい、ベルオカモンド探検隊誰だろうな。誰ですか。はい対象のライバーさんはシスタークレア、はい、サムネに表示されるライバーさんですね。それはシスタークレア、シスタークレアさん、はい、そして文言が、はい、イヤオで、内容がですかね、シスタークレア VS 中村ふんすけ怒涛のお絵描きの森7番勝負ってそういう態度なんですけども、いやもうどういうことなんですね。これ説明してもらえますか。これね正直ですね、うん、あの俺にしか刺さってないです。ああなるほど。もうこのコーナーに前本さんがいると分かって狙い澄ましてきたライバーがいると。はい。あのおそらくそれでなんか誰かが分かるみたいな。あーなるほど。まあでも前本さん宛てに来るんだったら多分ね。多分誰かなみたいな。あの、はい、ああいう人なんじゃないですか。画像あります。画像あります。あ出せるんですか。出せるんですか。じゃあ出していただきましょう。はい。はい。いや。いやほらこれクリックするべや確かに、うん、これクリックするっしょもうこれタイトルとか関係なくて、うん、イヤオだけで見るよ。パワーが強すぎるもんこれはだってシスタークレア VS 中村ふんって怒涛のお絵描きの森7番勝負ですよ。何やるんだろうってなるじゃないですか。あちょっと待ってください、滑ってるぞベルモンドって言ってますけど違いますよこれは。多分これねベルモンドではない、ベルモンドではないですねこれは。ベルモンドではないと思います。この前本さんを狙い澄ますあたり絶対ジョーさんでしょ、ね、これでミッキーじゃなかったら俺は逆に誰か聞きたいこれがリキイチ以外だったら本当に誰なんだろう。いやわかんないですよ、クレアさんが本人でやってるかもしれないクレアさんが中村さんしんすけのこと知ってたらやべえなボマイエとかやってくれるのかな。はい、じゃあ次のね、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。ラジオネーム、はい、ダンディ伏見さん。はい、これね結構届いたんですよ。そうですね、ダンディ伏見とかマギー伏見とか、はい、シャレ神戸伏見みたいな感じで、はい、もう誰だかバレバレなのに全部カッコで伏見学ですって書いてるんですよ、はい、いや分かるわって非常に丁寧ですもう分かっとるっちゅうねんっていうね。はい、はい、じゃあねこの対象のライバー結城千尋さん。はい、はい、でね、文言敬語使えよ。概要欄樋口楓の雑誌がやばすぎる、しかし樋口楓と結城千尋の煽り合いに称賛の声ということでね。なるほどねあーなるほどね、なるほどね、まあ、確かに、うん、ほのぼのした界隈の人から見たら結構ね結構あのやってんじゃねえのか、結構やり合ってるんですよやり合ってんじゃねえのかなって思うぐらいにやってるんですけど、でも界隈からはもう称賛の声。そうそう、実はすごい理由があったっていうね。これは画像ないのかな。これは画像出せますか。あ、これも画像ある。そうですよね、さっきのが出てギャーオが出せてギャーオが出せないんだったら何やってんだよ。正統派ですからねこっちの方が全然正統派ですから。さあ、出ますか。出ますか。あ、言いそう、これは普通にこれはでもクリックできますね。あ、そうですね、あ、でもこれ僕いつものかと思ってスルーしますよ、ね、あ、これいつもの放送の感じあ、いつもの天才かと思ってあ、二三時公式が出してるこれあ、公式だったんだ。なるほど、なるほど。確かにいつも言ってるわけじゃないですよ。いつも言ってるわけじゃないですけども、あ、でも使いそうやし、ね、何の違和感もないっていうね。はい。というわけでですね、この辺でですね、うん、はい、続きまして、はい、ラジオネーム、
ライブ王さんからいただいたんですけど、ライブ王、ライブ王、はい、はい、ライブ王からいただいたんですけど、この内容がですね読めないっすね。読めねえお便り送ってくんな。まあちょっとねその辺のね説明とかも兼ねて、ほうほうほう、ちょっとなんでこんなん送ってきたんお前って、ああなるほどなるほど、聞きたいので、うん、ちょっと読んでみたいと思います。あ、まあ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 ね、まあまあまあ、一応ね、はい、聞きたいですからね、なんで送ってきたんじゃと、公式やぞと、はい、呼びましょう。ライブ王宇月光さん。聞こえてますか？すごい笑顔ですね。あ、性別なんて関係ない。はい、どうも。お前ふざけるな。ふざけるな。ほらほらほら、金髪で、目緑で、ああ、ケモチ君、どう？格が違うわ。やめろ。さっき一緒できなくてフラストレーション溜まってんだよ。お前、お前、俺を巻き込もうとしただろう。このラジ、この放送の内容に、このお便りの内容。触れられないんだけどさ。そうですよ。バレちゃった？バレちゃってるよ。え、マジか。え、言っていいのこれ。言っても、いや、別にいいけど、いいよいいよ、お前が延長するだけだ。自分で費用様抱え込むだけだから。分かった分かった。じゃあ、伏せ伏せって言うわ。うん、表示するメンバー、マイモト。ほう。名前が、名前、うん、文言か。文言が、うん、ね、なんだっけな。ホロ。とか全員抱いたぜっていう。アウト。あ、そうだ、クズハ君いるからもう僕は喋らないでいいですよ。喋って喋って喋って、ちょっとそんな扱いないっすよ、ケモチ君ね。えというわけで、ね、本当にね、お前本当に誰だぞ、こんなんなんでこんなってきてる本当に。え、いや大丈夫大丈夫、いけるって、燃えとこ、うん、最近寒いし。もうあの送ったやつが分かってるから、俺は燃えねえからそんなんじゃ。お前や、燃えるのは一人だけ燃えてくれ。ダウンを取りたいなと思ってね。いや実際本当に言うとは思わなかったな。びっくりした。度胸はすごいもん。うん。公式チャンネルで何をやってくれてんだって話ですから。うん、まあもうこれを機に公式じゃなくなるんでね。今のあれだから、ケンモチ君をリスペクトしてね、そう、媚びない姿勢をリスペクトして、いや俺も先輩に憧れたしっていう思いの大たぜだから。というわけで、宇月光さんでした。本当にありがとうございました。会話会話。なんか中。はい、というわけでですね、この大喜利のコーナーはこの辺にしようかなと思います。そうですね、はい、はい、いやもうね、ダメですよ、実際コンプライアンスっていうのがみんなにありますからね。本当にダメだ、その宇月光は。はい、はい、この大喜利のコーナーはね、この後の、パーソナリティ変わっても続くので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、って感じでね、一息ついたわけですが、ってこれ全員言ってるの、さっきから、はい、全部言ってますね。もう台本が同じなんだよな、こっち欲しいけどね。どうやら早速また遊びに来てくれる人がいるみたいです。さあ、行きますか、じゃあ。はい、というわけで、この界隈で一番危ない奴らが来ました。あった、震えて待て。それではお呼びしましょう、二次三次テロリスト、高見アリオンさんとデビデビデビルさんです。ようこそおいでくださいました。よー、許せねえ。開幕から何許せねえ。うるせえな、うるせえな、マジで。じゃあこんなことにさせて許せねー。なんかあったんですか？どうしたんだよ。どうした？キスだ、キスだ、腹水吹きな。あ、なんか泣いてますね。なんかあったんでしょうか？落ちた。落ちた、上この子。収益が落ちた。収益が落ちた。収益が落ちた。僕は泣いてもしょうがないね。お前ら自己紹介しろよ。僕も収益が落ちたけど、まずは自己紹介。皆様ごきげんよう。私立定価高校の2年生で、お父様は政治家、お母様は絵画講師をしている超お嬢様 VTuber、高見有音です。よろしくお願いします。はい、はい、そして2階の扉が開かれた。おしろしやこばじゅび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 。涙ぐましい。こんなことにさせて。許せねえよな、許せねえよな、許せねえよな、もっと YouTube 煽って2人とも僕らみたいになって。そうだよ、公式チャンネルでやっちゃダメだよ。個人チャンネルでやってよ。燃えたくないよ。、まあ、はい、デビリオンという2人ですけどね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、どうですか、23時の日ということではございますけど、一人普通じゃないけどね、精神状態。もうすでに精神状態が。いや、もう落ち着いた。ブレにブレてるけど、いや、さすがプロだね。あ、プロだからね。まあ、うちらプロだからさ。入り方がもうプロじゃなかったか
まあ、2人はね、まあ、我々の、まあ、僕の同期ということで、まあ、馴染み深いんですけども、はい、ケンモチ君との絡みは今までありましたか？はい、そうですね、リオンさんだけは、はい、昔あの二次三次がね、読売ランドでイベントをした際に、なんか、うん、めちゃめちゃ緊張しながら前説をしてたのをね、あの生温かい目で見てたことはありましたね。はい、恥ずかしいからやめてくださいよ。だから僕からしたらどんな何をしてても、あ、あの時の子かってなるんですよ。いや、ちょっとやだ、やめてよ。大きくなってそんな目で見ないでよ。恥ずかしいよな、それ。恥ずかしい。ってやってたのに。そうそうそう。いや、そうそうそう。デビルさんは初めてですけど、同じ境遇にいることが分かるってちょっと困る。そうだね。そう、あれでしょ、あの、お前もさ、なんかダメになったんでしょ、シルチさ。そうですね、お前もダメになったみたいですね。いや、もうね、もうしょうがねえよ、やっていくしかないんだ、僕。そうですね。気持ち切り替えてこうよ。頑張ってこう、やってこう、やってこう、やってこう。はい、ではね、アンケートの方、コーナー行きましょうね、そろそろね。無限に続いちゃうんでね。じゃあ、アンケートの方行ってみましょう。はい。それでは行きます。狙い 23%! よっ、おはいはいはい。このコーナーでは通話で突撃してくれたデビリオンの2人に、事前にツイッターでアンケートを取っていただきました。その中からこの選択肢は 23% 出るだろうってものをアンケート予想してもらい、それがいかに 23% に近いかを競っていただきます。はい、はい、おい、じゃあお二方はどちらがアンケートを出したんでしょうか。うん、どっちも出した。あ、どっちも出した。どっちも出した。そういうのもあるのか。あ、じゃあね、一人一人聞いていきたいと思います。ね、23% 狙うのね、大変ですから、まだ誰も成し遂げてませんからね。では、でね、じゃあ、はい、高宮リオンさんはアンケート何を聞いたんでしょうか。はい、私が聞いたのは好きなおでんの具ということで聞いてきました。お嬢といえばおでんですよね。なるほど。そうだね、うん、そうだね。まあ、だから暇あればおでんの具聞いてるからね、好きなおでんの具で、ね、そう、一日一回は聞いてるからな。いや、一日で一回は聞いてるから。で、私がね、うん、あの、聞いたのは4つ。はい、はい、選択肢を教えてください。はい、卵、はい、卵、大根、大根、こんにゃく、こんにゃく、なんかタコのやつ、なんかタコのやつ。な、お前もなんだ、具の名前を知らねえやつを出したのか。なんかさ、茶色いやついっぱいあるじゃん、おでんって。あ、まあまあまあ、確かに。そう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 。で、なんかタコのやつは一番少ないんじゃないかなって思ったでしょ。はいはい、はい、なるほど。パーセンテージとか、はい、パーセンテージがね、うん、で、卵と大根は結構、あ、まあ、あの、票がね、入るかなって思ったから、主役級です。こんにゃくが 23% になるんじゃないかって思ったんですよ。なるほど、なるほど。もうね、レギュラー入れてパーセンテージを調整するくらいの感じで来たんですよ。なるほどね、タコはもうイレギュラーとして。なるほど、なるほど。タコ必死、必死だね、この人め。うるさいなぁ。そう、一番497票だからさ。お、すごい。いや、結構こうこう、じゃあ、いい感じになってんじゃないかな。結果発表しますか。はい、果たして 23% になったのか、お願いします。結果発表、ドン。全然じゃねえ。大根強、大根強、大根強いよ。卵 29% なんだ。じゃあ卵が一番近いんですね。そうなんですよ。なんかタコのやつみんな分かって応募してんのか、本当に。本当になんかタコのやつは、でもこんにゃくと一緒ですからね。はなんだよ、タコのやつって分かってんのか、お前ら。お前や。お前のイメージしてるやつちゃんとボーボーとしてたって。もうこれは最下位ありますね、今回の企画で。なんか全然ダメだね、お前。うん、うるさい。じゃあお前はどうなんだよ。あ、そうだね、僕絶対、僕絶対言ってるもん。はい、じゃあ、おっと、デビルさんはアンケートで何を聞いたんでしょうか。はい、僕はこの中で初めて知った悪魔の名前どれっていうのを知った。おー、なるほどなるほど。悪魔トークですね。はあ、はあ、はい、はい、はい。悪魔、種類が分かんないな。どんな種類があるんですかね。選択肢お願いします。あ、はい、アシュモデウスとフルフルとバールとバラクにしたの。え、全く分かんないんだけど。だから、なんていうのかな、うん、あんまり有名すぎるの入れちゃうとそこに票が集まっちゃうでしょ。なるほど、うん、そう、あんまり知らないです。はあ、そう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 、うん、あれでしょ、ベルゼブブとか、うんうん、あとサタンとか、サタンとか、ルシフェル。したらもうそれ 80% とかになっちゃうじゃん。そうだ、やっぱそこら辺を考えたんだよね。あえてばらけさせて23を狙いに行くと、うん、まあこれはでもいいんじゃないですか。
逆にもう全然わかんないってなるから割れる可能性はあるんじゃないかなと思いますけど、うん、いやもう絶対いけてるね 23% ほんとかよ。デニちゃん的にこのやっぱこの中でもなんかソロモンの72神中みたいに入ってるのあるじゃない、それでやっぱ伸びるかなって感じだったの、うんうん、あでも高志くんこれ全部入ってるからな。あまあ確かに、なるほど、あそうか、あそうそう、うん、詳しいね、さすがガチ勢。いやいやガチ勢ってか同期だからね同期はい、じゃあそろそろね、本当に23になったのか、うん、結果を見ていきましょうか。デミちゃんは何を 23%、 あ、そっかそっか、うん、何を 23% 狙いました。え予想してねえのお前コーナーの趣旨を理解してなかったのかお前バラクかな、バラクかな、バラク、あ、なるほど、うん、適当に言っとけみたいな感じでしたんですねじゃあというわけで、じゃあ結果の方見てみましょうか。はい、結果発表、はい、どうぞ。おお、あーバラク弱っ、バラク弱っ、最下位だぞこれ36% アスモデウス、あーなるほど、 35% バル、やっぱこの辺はちょっと露出が多いんですよ、ね、そうですね、魔王で 22% でフルフル、これを選んでいればへえ、選んで 7% でバラク、あーあー最高だー、くそ最下位更新されたよ、最下位更新されましたね、あっという間でした、あっという間でした、あっという間だ、バンドスなんじゃねえかうわぁ、3日天下だったな残念残念、めっちゃ嬉しいね、こうやって生きていてもあの時緊張していたんだよな、やめてよ、こうやってやめてよ、高飛車な感じでやってんのにこっちは営業妨害だよ言うほどなんかもう高飛車って感じもしないでもない、もう崩れ去ってますよね、そんなことないですよただのバカやな小娘って感じだよ、でも高飛車両方ら7人説あるからさ、やっぱバカ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 一つ飛ばしてピンサーみたいなそんな感じでやめてのやめてはい、じゃあね、それでは時間もそもそも迫ってそろそろ迫ってまいりましたので ね、 そうですね、じゃあね最後に一言ずつ言っていただきましょうか、高宮さんお願いします。はい、はい、ということでね、じゃあ超美少女かわいい、高宮リオンのチャンネル登録よろしくお願いいたします、収益化通ってますお願いします。はい、じゃあデビルさん、はい、お願いします。あ、収益化通っていない恐ろしい悪魔デビデビデビルだよ、チャンネル登録してね、あといつかサブチャンネル作ったらそれも登録してね、そうね、切実にねガチですね、うん、はい、ありがとうございました、お嬢もデビちゃんも遊びに来てくれてどうもありがとうございました、ごきげんよう、ありがとうございました、またね、またね、じゃあね、バイバイ。いやあ、でも今日抑えめでしたよ。あ、そうですか。いつもはもっと爆発してます。いつもだともっとなんかもう嵐に嵐して帰ってく感じでしたけど、ね、あ、なんだかんだこういうちゃんとした場ってことでね、うん、おしとやかに来たんですかね。あと もう片方がねちょっとへこんでたえ、ガチへこみだと思うんで、中の部分で本当にへこんでるんで、まあそんな感じで、まあ、またぜひね、あの2人のチャンネルもよろしくお願いします。そうですね、いや本当に楽しい2人組なんで、ぜひぜひチェックしてくださいって感じですね。はい、さて、じゃあそろそろパーソナリティ交代のお時間ですね。はい、私前本圭介はそのままに、うん、森永和樹ちゃんと2人でやっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ一旦僕は吐けます。ありがとうございました。一旦蓋します。
改めまして、ここからは25分ほど私、森中和樹と前本圭介が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お正月いいですね。そうなんですよ、はい、ミックスアップでね、一回あのおじさん家に行くっていうことでね、はい、舞ちゃん家にお邪魔しましたよ。テク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 、ありがとうございました、うん、あの時はまあでも俺が、うん、他の場所で、まあ、実況をするというか、あのそうだね、もう全員のゲームをする姿を、そう、なんか監視されてましたね言い方が監視されてました、ね、また火がついちゃうから、そう、学生たちを監視してましたね、うん、美男美女ね、美男美女言い方自ら今火を投下したです。でその後あのマイクラの方で、うん、あの整地も手伝っていただいたりして、そう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 、そういや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 、やっぱ仲良くしたいっていうのもあるし、あとね、はい、マイクラね個人的に好きだから、そう、うん、そうマイちゃんのその企画も楽しみだからっていうことでお手伝いさせていただいたって、ね、はい、ありがとうございます、本当に、いや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 、ひるふしなさい、ひるふしなさい、だってペコペコするんだもん、あのね、ほんとね、ペコペコするの癖なんですよね。そう、なんか、すいません、すいません、お願いします、お願いします。すごいね、そうそうそう、うん、腰が低い方なので、もう、じゃあ、堂々と、まあ、全然、まあ、先輩なんでね、ほんとに、もう、尊敬する先輩方なんで、ほんとに。10歳だよ。もう、全然、俺、もう、苦じゃないです。もう、何歳でも頭下げます、先輩。何歳でも？何歳でも。何歳でも？え？ほんとに？ええ。そうっすよ、食べますよ、頭は全然、いやいやいや、全然全然全然、優しいおじさんとしてね、これからもね、はい、絡んでいけたらなと思います、はい、それじゃあ、はい、そろそろ最初のコーナー行っちゃいましょうか、行ってみましょうか、はい、はい、というわけで、の急上昇でよく見るサムネイル大喜利その2、イエーイ、最近、〇〇が会見で放った一言に一度驚愕、その衝撃の真実とは、うん、など黒背景白文字に人物の顔が映ったサムネイルの動画が YouTube にたくさん上がってきますが、これを用いてライバーさんの顔プラス、うん、サムネイルに表示される文言プラス、ほうほうほう、動画のタイトルで、いやこんなのあったら絶対押しちゃいますわっていうのを思うのね、再生しちゃうわみたいなね、投稿していくというコーナーになっております。はい、でその第2弾となりますね、うんうん、はい、まあこれもまあ一応募集してあって、はい、どんなのがあるんだろうな。じゃあ早速読んでいきましょう。そうですね、はい、よし、ラジオネームレッドウィングさんからです。はい、リンドミコトさんで、はい、わらわ禁酒します、はい、晩酌配信これで最後なのじゃ。そうですね、リンドミコトさんの顔がドアップでバーって出て、わらわ禁酒しますします。信憑性がないと思います、はい、これで最後なの、うん、まあ、でもこれさ、わらわ禁酒しますって言いながら一応これが最後の放送で飲むんですよね、多分飲むんだね、これいやー無理じゃないかな。こういうね、結構依存性の高いものはこれで最後最後最後って言ってね、続けてる大人たちがねいっぱいいるので、いるんすよ。あ、画像あります。なるほど、じゃあ出していただきましょうか。はい、こちらです。ポポ、はい、ン、あ、困る。もう可愛いけども、それっぽい顔だな。憂いを帯びてるな。最後だからっていうね。これは確かにお酒に対する情念をちょっと感じますね、うん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 、これで最後の話だ。あら、禁酒します。でも絶対ね、これね、放送の最後くらいにね、やっぱ無理しちゃうなみたいな感じで言うと思う。泣き出しちゃいそうです。なんで禁酒しようと思ってたんだろうって。でもどのぐらい飲むかなんですね。だ、本当飲みますからこの人。あ、そんなに飲むの？本当飲むんです。本当そうです。そんな、え、まえちゃんも飲む？あ、まあ、僕もお酒好きなんですけども、正直リンドミコトとは飲めないと思います。さすが鬼です ね、人間とは。本当に比べにならないぐらい。いつでも飲んでますから。そんな？ええ、じゃあ朝起きたらなんか顔洗うときも酒で洗ってそうですね。なんかいつも酒と一緒に。どの放送でも飲んでますし。もうな、しかも飲むね、お酒がね、うんうん、すごいんですよ。あの、なんて言うんだろう、お酒ってアルコール度数っていうのがあるじゃないですか、うん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 、アルコール度数ね、うんうん、その高いやつをがっつり飲んでるみたいな、うん、
じゃああれか、なんかあのなんかウイスキーとかボン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 飲んだの？はい、あのウイスキーもボン、もうウイスキーももちろん、うん、あとなんだろう、テキーラ、テキーラ、テキーラをガブガブ飲めますね。すごい、あの本当にね、うん、あの強いお酒を放送中に飲んでたりするので、リキーチがね一回リリリの放送で強いお酒を飲まされてですね、潰されましたね。さすが男顔負けですね、怖いですね。いやもうじゃあこれじゃもうなおさらもう禁酒なんて。でもそれでもその林道美琴がわらわ禁酒しますって言ってるんだから、これはやっぱクリックしちゃいますよ。確かにな、うん、気になるもん内容が、うん、もうほんとね、内容気になりますもん。本当にどういう配信になるのかなって。普段の配信でも面白いですからね。そうですね、本当にどういう配信にしていくのかって感じなんですけども。で、今回この大喜利の方はこの辺にしようかなと思います。ほう、うん、あ、ちょっと早いのかな、まあ、もうちょっとやった方がいいかな。お、そうだね、もうちょっと話せるんじゃないかな。林道美琴さんってどのぐらいご存知です、うん、ライバー感でそんな、まだ多分そんなに絡んだことないですね。ないですね、はい、配信で見る うん、ところしかなくて、はい、なんか、かわいいかわいい鬼の子来リンゴみことじゃマネぐらいしか、鬼の子来よ、どうもリンゴみことじゃ本当ね、うん、本当に落ち着いた喋り方してて、で、はいはい、歌もうまいし、酒強いし、で酒に酔い出したらもう無敵ですから。だから結構最初はお 上, 品、はい、お上品な方だと思ってたら、はい、なんかもう意外、うん、すごいお酒飲む方って聞いて、むしろ一発、確かね配信の一発目から酒飲んでたんじゃなかったかな。そのぐらいもう酒大好きです。そうか、もうハイスペック鬼の姫です。禁酒するのにかなりのなんかもう医学とか使わないと無理そうな気持ちなのここまで来るとね、お医者さんを、まあでも鬼なんでね、人の尺度では測れないみたいなそういうところがありますよ。初回飲んでたよ、そうコメント欄、そうだよね、初回飲んでたよね、うん、怖いですよ。かなちゃんも、あ、そうそう、あのミックスアップで見てた時に胸もんでましたよね、はい、あの林道美琴の無敵ブームですね、そうそう、いわゆるあのね、あれはね、よう公式配信に載せたなって感じですねあの、まあ、あの、まあね、あの元2期生としてあの、同じね、はい、あの出だったあの鈴鹿歌子の方を気にしてきたんですよ。あ、大丈夫かしら、はい、あの子って思いながら来たら、はい、なんかもう逆に押されててびっくりしました。違いましたからね。あの放送はね、あの、歌子さんとバネさんと、うん、ゆきまんじさんと、うんうん、はいはい、林道美琴でしたね。うんと無敵。マジでね、あの、やってんねん、いや本当にやってんですよ本当に。わーって。あの、もう僕は一応その、はいはい、お酒飲む配信にするんだよっていうのを聞いてたんですけど、うん、まさかあのレベルのことをやってくるとは、ね、いや、父をもぐことになるとは思わないでしょ誰しも。だってお酒飲むだけとは思って ね、多少暴れるとは思うけど、ね、物理的に行くのは初めてだったんじゃないかな。責任の父を揉み出す攻略しててほしいですけどね、林道美琴にしかできないです、はい、揉まれたいですよ、はい、はい、ということでそろそろはい、はい、あ、そうですね、次のコーナーに行きましょうか、うん、はい、ということで、はい、マインクロフトといえばこの二人、早速呼んでみましょう、はい、ほんまひまわりさんとはい、さくらりつきさんです。はい、どうぞ入れますか。もしもし、大丈夫かな。もしもーし、はい、こんばんは。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 さて、じゃあ自己紹介の方をひまわりちゃんからお願いします。はい、みんなおはこさん、おはこさん、おはこさん、昨日マインクラフトの経験値稼ぎトラップの前で寝落ちしました。ほんまひまわりです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あおだ。そしてはい、こんにちきん。あ、こんにちきん。こんにちきん。マイクラです。すいません。マイクラで、リフォーム業者をしています。さくらりつきです。どうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちきん。あー、いえいえ。
よろしくお願いします。はい、はい、はい、ということでね、4人で、はい、4人でやっていきましょう。はい、そうですね、まあ、非常にあれですね、俺の絵面がまずいですね。顔ドアップになった顔ドアップですね、笑顔です、ね、幸せさんだろうな。前もさん、前もさん、はい、この間ぶりですね。あ、おこ、あ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 、言っちゃいけないやつだったこれ。あ、ちょっと待って、ひまちゃんやめよ、ひまちゃん、ほらコメント見て、コメントだ。あったけ、もうファイヤーサマーだから、ひばしらが立っちゃってるから。まあ、あのこの4人は比較的マイクラのサーバーでよく会うというか、よくインしてる4人ですね。そうだね、マイクラ大好きっ子だね。そうですね、うん、マイクラ好き、大好き、大好き。あとあれだね、女子メンバーはみんな花がつくよね。あ、そうですね、花に関する。おー、うわー、やったー。桜、みつきちゃんの桜、うん、そして川崎ちゃんの花。そう、うん、で、まいちゃんは俺、マイタケ、マイタケ、キノコや、それ。花じゃないな、キノコっぽい、キノコだ。あー、そういう、そういう感じなんだ。そんなことないよ、花花になるよ。あ、めっちゃ燃えてる、すげえ。めっちゃ燃えてる、すげえじゃないんだよな。すげえ、やっぱほんと火、周りです。コメント欄、あったけ。違う意味で。ありがとうございます。ありがとうございます。ここは絡みって言うと、この前ひまわりちゃんとりつきちゃんが、コラボしてて、今日は初コラボで、はいはい、初です。川崎ちゃんはこのお二人とは、あのね、りっちゃんと、はい、あの9時10時の時の副音声でね、はい、一緒になったんだよね。はい、そうそう、一緒になりました。久しぶりです。じゃありっちゃんと一緒にやりましたよ、うん、おー、そう、うん、ひまちゃんはね、初めて。ほーい。あ、初めてだっけ？初めてか。初めて。あ、そっか。初めて。何？やめ。初めてだったっけ？初めて。まあ、いろいろとなんかマイクラとかでね、いじめられてるじゃない？いじってもらってる。いつもね、かずちゃんを釣ったりね、かずちゃん。バシ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 。マイクはね、割とあの近くで住んでたり、あの話してるイメージがあったので。そうなんだよね、なんだかんだでこのメンバーってマイクラ内では、まあ、なんか全然ね、そうそうそう、絡んでないかもしれないけどあるから、うん、そう、全然なんか近しい感じに聞こえる、うんうん、確かにそうですね。そう、うん、そうね、なんか家も近い、うん、あ、家近いね、家近いよな、3人近い、近いじゃん、うん、あ、りつきちゃんをいじめてしまう、それはダメだ。うーん、入れてけー。りっちゃんは心が近いから大丈夫。心が近い、心が近い、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 近いから大丈夫ね、りっちゃん、ね、ね、ひまちゃん、ほうれん、ほうれん、そうなんだよ、なんかね、なんかね、ひまる言える前にでっかいなんかレストラン立ち始めてるから。あ、そうだね、あ、そうですね、そうですね、一回ね、なんか灰色のやめて、風景を害してるみたいに扱いながらやめよ、一応認めてもらえてと思った。邪魔なもの扱い。あ、でもね、あの人って、いや、でも私有地丸にしてるから。そう、ちゃんと一応ね、一緒に作り始めたもんね。そう、見たんだけど、ね、そう、そうだよ、あそこからね、ひまちゃん家を覗くために作りましたね。いや、あんなでっかなる思てへんかった。自分でもびっくりしました。ものすごいでかいんだよあれ。すんごいでかい、あそこもね、よかったら気になる人はね、うん、あのでもあれはね、でもあれですよ、遠出した時にこうバーって走っていくと一番最初に見えてくるのがアズカバンなんですけど、うん、あれ見えた時に、あそこにあるんだ、安心するって思う。そう、なんで、あそこにあるんだったら帰れるなって、ね、ランドマークとしてるって、ね、お家があったみたいな、安心する、でかくて目立つって助かるなみたいな安心感があります。まあ、まあ最近はね、あの桜田ファミリアっていうね、敵対のね、組織が敵対してますから。戦争始まりました。真四角じゃなかったね。そうね、どっちもでかくてランドマークとしては、ね、もう本当に目立ちますから。うん、ディズニーのランドとシーみたいな扱い。待って、ディズニーのランドとシーは敵対してない。そんな発言やめて。そんなないから。ないから。敵対する例で、なんか具体的な例を出して、しかも全然こん敵対してないものを出さないで。はい。ってな感じでね。同一組織だから。同じだったわ。一緒だ。
あのこの、まあ、お題なんですけども、はい、なんだっけ、サムネイルで、まあ、ライバー と、このなんだろう、いわゆるそのお題を、ね、サムネでバンっていうこの大喜利企画だったんですけども、大喜利2人は応募したりしました、はい、してない感じですね。いや、ちょっと、あの、そうですね、ちょっと忙しくて。あ、まあ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 。いや、別にいいですよ。あの、事務参加だったと思うんだよ。ちょっと、あの、リフォーム業がちょっと。あ、そうです、ちょっと、私も。忙しかったね。ライバーって忙しいから。そうです。毎回やるためのに。いや、言い訳になってはないな。あの、家がちょっと大変だったね。家の周りがいっぱいいて。そうそうそう、ちょっと苦情頼まれてたので二人で仲良くやってたってことね。そうそうそう、やっぱね、うんうんうん、家壊れちゃうから。あ、まあまあ、うん、なるほど、確かにね。あ、ではさっきのあれはどうだった、うん、あの出てた、凛度美琴様のわらは禁止します、うん、晩酌配信、はい、あれはもう配信したら見に行く、見に行く、見ますよね、うん、もうまず動画としてサムネがバーンって出てたら、そう、しかも、うん、なんかさっきの、サムネイルの24分34秒の動画かな、これ、うん、アーカイブかわかんないけど、ね、うん、24分ちょっと見やすいから余計ちょっとクリックして、あ、確かに、あ、そうだね、確かに初めての人も見やすいですよね、うん、確かにね、初めての人も見やすい、うん、そう、うんうんうん、でなんかちょっとリアルな時間なんですよね、あのちょっと普通のそのそういう系の動画って10分ぐらいなんですよ、うんうん、あれ系の動画って10分くらいなんだけど、それよりちょっと長いのがなんか、あ、なんかいろいろあったのかなみたいな、そういうのをちょっとね、こう邪推してしまうというか推測できてしまうのが非常にいいかなって、うん、ラスト晩酌24分、うん、いいいいいい、いや、2時3時間くらいだと24分になったらあっという間ですから、本当に、はいはいはい、あ、2時3時ってこと、え、あ、だよね、あ、気づきました、え、気づいた、そうなんだ今めっちゃ分かりやすく書いてあるのに、え、どうして2時3時ってのが遅い、2時3時や、2時3時ってすごいね、2時3時だったんですよ。で、ちなみに言うと再生回数の方も2434再生なんで2時3時が勝って、いや、待って、あら、わがしゃわがしゃ24万3400何歩かもしれない、あ、確かに2434万の可能性ある、うん、点々点がついてるから確かにそうかもしれないね、うん、確かに、うん、ほんとだ、まあ、どっちも2時3時にかかってた、うん、しかも2時3時公式で出してるってことだろうね、2時3時の公式で取り合ってる相当なんだろうね自分の公式、あの、自分のチャンネルじゃなくて公式チャンネル使ってる、いや、最近なんか2時3時、いやー、なんかこの数字にちょっと慣れてきた今、半年を迎えて、ようやく、やっとこの2434の並びに。ちょっと外れた話してもいい？いや、いいよ、全然。なんか、マイクラで、私、はい、あの、本拠地とは別に別荘ってものを建てて、はい、すごい遠くに行ったんだけど、うん、そこの座標がね、-2434 だったの。はい、すごい、それ飛んでもらう。すごくないこれ。うん、すごい。エルライトでしたね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 。あ、でもね、あの、レザーゲートで、あの、近いから、あ、はいはいはい、ちょっと見抜きのね、うん、レザーはあれですかね、近道ですか、すごくない、すごいっすね、うん、これさ、ただのマイクラの話で終わっちゃうんですよまだ本題残ってるんですよ、実はあ、そうでした、そうですよ、そうでした、アンケートの方がありますよ、うそうでした、ね、忘れていました、いや、ではアンケートの方に行ってみましょう、はい、狙い 23% イエイ、はい、このコーナーはですね、通話で突撃してくれてる人に、事前にツイッターでアンケートを取っていただきました、はい、その中からこの選択肢は 23% 出るだろうっていうものをアンケート予想してもらい、うん、はい、そこがいかに 23% に近いかを競ってもらいます、うん、はい、というわけでね、はい、今回アンケートを書いたのはどっちかな、うん、私です、お、はい、リッキーがありました、うん、で、どんな内容だったんでしょう、はい、うん、あなたの好きな食べ物はっていう問いかけをして、何ですか、うん、はい。肉まん、あんまん、ピザまん、カレーまんの4択を出させていただきました。好きな食べ物って広いのにまんだったね。好きなまんは何でしょうとかで。好きな食べ物は、お前、お前、まんけ好きだろ。まんじゅう切れまんまんだ。好きだろ。切れたわ。どれ？でもこれは確かに面白いで
類縛れるそうだね、うん、結構好みが分かれる種類かなと思うので、うん、結果の方が気になりますね、うん、で分かれるねこれは確かに分かれますね、うん、リツキンは 23% 予想はどれですか、うん、私はピザマンかなって思ったあピザマンを 23% 予想したそうなるほどじゃあ結果の方早速見ていきましょうかどうなってんだろういやピザマン来てるねこれ絶対来てる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 あ、でもひまちゃんが言うからうん確かにひまちゃんが言うからおいけどうでしょうダンダンおお27%お近いじゃん近いあすごい優勝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 まだ決まってないまだ決まってないまだ決まってないけど今までで一番惜しいんじゃないかなそうだね結構近いよすごいさすがヒマレーダーだなあ、てかこれだとやっぱ肉まんが跳ねるんですね 54% で、やっぱ肉まんがね跳ね跳ねて次にピザまんで 27% で、あんまんが 15% でカレーまんが 4% 2位の人気で 27% カレーまんって何なんでカレーまん舐めないやろあー、うん、なんですかねカレーマンも一応王道といえば王道と思うんですけどうん肉まんとピザマンのなんか存在力があるから、まあかうん、なんか2番手ではあるんじゃないかなカレーマン2番人気って感じがするうん、うん、確かにこの肉まんとピザマンがこうもう頼みやすい2つかなっていうイメージだし変わり種としてよく食べられるなと思うよ、うん、確かにえ肉まん肉まんと豚まんって違う？肉あでも基本的に一緒じゃないか一緒だけどあそうなんや呼び方じゃないかなえでも豚私は豚まんですっていう人はなんか豚まんって主張してるところもある、ね、まあ確かにそう、地方による違いかもしれない違うかなそうなの場所にもよるねそうそうそう関西が豚まんかうんうんへえ。そんな感じでしたそうだね、うん、ちなみにひまちゃんは何まんが好き？あ確かにやっぱりね、うん、そうだな、豚まんだね。豚まん。肉まんじゃなくて豚まんって答えてる。ね、豚まんだね。やっぱりね、やっぱ、うん、豚まんかな。豚だから違いが分かんないけど、豚まんを選ぶ。昨日って。いや、ね、こだわりあんな。いや、豚まんでも食べたことなくて、あんまりまんを。はいはい。こうカレーマンっていうのはカレーが中に入ってるそうだね入ってますねうんうん入ってるやつなそう、うん、カレーそのままじゃがいももじゃがいも入ってないじゃがいも入ってないじゃんカレーはやっぱルーとかかなルーと、うん、あ入ってても人参とかお肉そうなんよへえ、うん、ちっちゃいものが入ってるのかな、うん、じゃあコンビニ行ったらみんな結構買う感じなのか、うんうん、そうねあのちょっとなんかお昼とかで足りない時にまあ、買っておこうかなみたいなそうですねそう、うんうん、まあ、まあ、てな感じでそろそろね、うん、時間も迫ってまいりましたのでそうなんですよ時間が早いですよこれくらいの話もっとしたらそれ嫌でもよかったんじゃないかってかそれくらいですマイクラが大好きなんでねこれからもよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいということで、今ちゃんとりっちゃんが遊びに来てくれました。ありがとうね。ありがとうございます。はい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。うん。うん。わあ、元気な二人だね。いや、本当に元気ですよ。いや、本当にね、話してると元気もらえるなってなんです。しかも時間が結構、たっちゃんマイクラと一緒なんだよね。そうそう。そう、あの二人と喋ってると時間が。楽しくてね。うん、進みます、ね。時間が進んでしまって、本当に。いや、本当です。あれですね。ではそろそろパーソナリティの交代の時間になってしまいましたかね、うん、はい、うんうん、2人とも入れ替わるのでその間この人たちにお引き渡してしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますバイバーイバイバーイはいはい繋がってる繋がってます多分大丈夫だと思いますがあ、どうですかねオッケーオッケーオッケーということで、どうも、うん、渋谷はじめと。あ、春崎やると。神田翔一でーす。イェーイ。どうでーす。スマブラの日以来ですね。ですね。いやー、まあ、あの、翔一くんとは、ね、はいはい、先日、そうですね、仮面ライダートークしましたね。うんうん。それ以来。はい。コメント欄でエロゲ集なんて。
そう、あのこの前ね、はじめさんとライダートークして最後の方になぜかあのエグチトークになりまして、あれエグチゲーマーと言ったら春崎やるがっていう話。ああね、なんかあそうそう、ね、紹介された。また呼んでくださいね、はい、それ。はい、やるやろ。楽しいから。私もちょっとなんか15年ぐらい前の10年ぐらい前のエグチトークぐらいしかちょっとできないんですけど。やろうやろうやろう。やりましょうやりましょう。もう10年15年前ぐらいのあのエグチトークならバンバンいけるから。はい。僕も最近のエロゲは全然わかんないですけど。エロゲって言っちゃったよこの人。ああしまった。エグチ。公式なんだよなこれ。公式なんだよ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ということでね、はいはい、まあいろいろなんか。ね、楽しい企画が盛りだくさんのこの放送ですが、はい、ね、俺ら裏で何喋ろう何喋ろうって言った結果これでしたっていう。申し訳ない。なんか何かしらもうちょっとなかったのかっていうね。いや、あったんだけどね、アンセムね、ね、ゲームやろうぜっていう話も、ね、あ、そうですね、なんかちょっと気になってるゲームみたいな、ね、そうですね、うんうんうん、やろうっていう、まあ結局これ話しちゃったっていう。開口一番に江口、ね、話してた内容とは何だったのかっていう。結局江口に頼ってしまった。もうね、インパクト大事だから、この、ね、そうですね、短い時間で、そうですよ、はい、インパクトをこうね、与えて覚えてもらわないといけないですね。覚えてもらって帰ってもらって。帰ると僕らの方なんですけど。そうです、覚えてもらって帰るんだよ、俺たちが帰るんだよ。帰る、僕、そうそう、俺ら帰って皆さんはまだ居残ってもらうと。はい、まだまだこの後も、ね、ま、楽しい放送があります、ね、はい、ありますので、うん、はい、楽しんでいただければと思います。はい。それじゃあそろそろですかね。はい。ということで、このフリートークは渋谷はじめと春崎やると神田翔一がお送りしました。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。バイ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 。はい、というわけで改めまして、ここからは25分ほど僕夢追いかけると、はい、剣持とやが務めさせていただきます。イエーイ。イエーイ。というわけで、はい、血のつながった我々の腹違いの子供たち、腹違いの頃腹違いか種違いか分からない。さっきあのね、かずちゃんとあの、うん、夢をかけるさんが一緒にいた時にね、なんかリキはいつもより声よくねって書かれてたんですけど、違いますからね、別人ですからね、ここ違うから、あの肌の色からも違うから、あの露出度が多分違いますね。そうですね、うん、それでさっき消死体になりかけました。ちゃんと戻ってこれました。いや、おかしくないですか、消死体になるような現場もそうですし、さっき公式配信で何をエロゲの話をしてるんですか。なんかね、3人のね、あの、うん、男性たちが集まってこう寄ってたかってエロゲの話してる気がしますけど、まああんまり記憶がないですね。そうですね、まあ、聞かなかったことにしましょう。はい、まあ僕たちといえば、うん、結構あのエゴサとかでね、よくラップみたいな聞きますけど。そうですね、なんかあれですね、ヒプノシスマイクのやつやってましたね。あ、といえば見ていただいたんですか。はい、いや、ありがとうございます。いや、僕もあの、うん、シャプラジでね、いつもあのラップバトルされてる姿を今見てるんですけど。ありがとうございます、そんな、あ、まあ、まさかバトルが始まらないようなね、こんなこう和やかな雰囲気で。そうですよね、上にはミラーボールある、まさかそのセットみたいになってますけどね。はい、まあそんな感じでね、はいはい、2人でやっていきたいと思います。はい、そしたらじゃあそろそろコーナーいっちゃいますか。はい、行きましょう。はい、急上昇でよく見るサムネイル大喜利よっ。てててー、はい、よやってんねー。おー、なんか DJ みたいになってきた。ラップ気味やな。はいはい。はい、説明していきたいと思います。はい、もう皆さん聞き飽きてると思いますけど。そうですね。最近〇〇が会見で放った一言に一度驚愕、その衝撃の真実とはなど、黒背景白文字に人物の顔が映ったサムネイルの動画が YouTube にたくさん上がってきていますが、これを用いてライバーさんの顔プラスサムネイルに表示されている文言プラス動画のタイトルで、こんなのあったら絶対押しちゃうわっていうものを考えてくださいということで、はい、サライバーさんにね、考えていただきましたの第3弾です。はい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 。はい、っていうか、これも珍しいですよね。あの、25分前くらいに同じこと全然やってたんですよ。なのに毎回、毎回教えるっていう、何ですかね。パーソナリティ交換のたびに同じコーナーをやってますから、ね。そう、絶対もう分かってんのにね。
はい、じゃあね、これもあのライバーさんから募っているので、いろいろ紹介していきたいと思います。はい、はい、ではね、最初のお便りは、はい、まずこちら、あ、じゃあ僕読ませていただきます。はい、了解です。はい、ラジオネーム、伏尾誠さん、かっこ伏見岳です。だからいいんだよいいんだよ、もう伏せの字入ってたらお前なんだよ一人しかいねえんだよな別に名乗らなくていいのになと思って律儀ですね。はい、こちらね、まずあのメンツというか、ねライバー剣持翔也、はい、あ、僕ですね、これ。あ、画像出てるの、はい、うん、で、字面ですね、文言、ファッキュー、リンカーン、はい、概要欄、二次三次、剣持翔也のヤバすぎる行動、突然のミサイルに国連騒然で国際問題ですね、これねゲームの中の話ですよ、ゲームの話いや、なんか今までは完全にない話だったじゃないですか、空想上の事実。そうですね、こんなこと言うわけないじゃんって、これ僕言ってるからね、やめてくださいよそう、言ってないことを言ってる風に仕立て上げるじゃなくて、実際に言ってることをエピソードとして上げている。そうそう、国連騒然したんでしょうね、やっぱりね、核打ったらねリアル配信の振り返りをしてきてるいやでも怖いものないし、収益化切れてるしあ、ここ公式のチャンネルだった、いっけね巻き込もうとしていくみんな死ねパターンですね収益化剥奪仲間をどんどん増やそうとしてますね傷の舐め合いがしたい。まあ、言うて僕もまだ通ってないですからね、はい、ここはまあ結構つながりがあるからって感じですけどあ、こちらのね、画像出せるんでしょうか。さあ、出てきますかね、そろそろ。どうだろうか、もうちょっと、あでもちゃんと字面伏せてるね。伏せてる。これやっぱ顔がいけないですね。顔がいけない。そうですね。これ顔完全にいってますもんね。やりかねないですこれあの横にあるのが多分ミサイルのスイッチとかですよね。まさに、押すよ、おい、押していいのみたいな。喜んで。ちょっと喜んで。純粋な気持ちなんだろうな、多分自分の起こした行動が何だか分かってないんだろうな、これすごくないですか、これあの僕らパーソナリティ最後で、まあ、いわゆる一番ゴールデンタイムに近い時間なんですよ。そうですね、大通りということで公式でファッキュー林間という字面を出してるんですよなかなかの会社でしょう多分ね、それが2、3時なんだよな。そうですね、見上げたものでございますが本当だね、本当に力は最高だよ。はい、じゃあ次のやついきますか。じゃあ次の便りいきたいと思います。はい、はいはい、次こちら私読ませていただきたいと思います。ラジオネーム、もやし大好きさんからのお便りです。誰が書いたんでしょうね、全然わからないです。はい、まず取り上げられている、まあいいや、まあいいや、うん、取り上げられている、ライバーさんはですね、はいはい、ベルモンド・バンデラスさんですね、はいはい、うん、最近話題のね、はいはい、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、いきます。はい、で、まあ、言っている文言としては、俺の名を言ってみろと、いうね、威厳のあるタイトルかなと思います。かっこいい。はい、そして動画タイトルが、はい、ベルモンドついに改名し名字を田中に。あやったな、うん、もうついに知名度欲しがりますせめて覚えてほしい、覚えやすい名前だけでも、名前でいい、田中太郎、名前だけがでも名前を覚えてほしいっていうのは確かに分かりみ深しあ59歳だ、これ相当分かりみ深い、結構深いやつだ、結構深いやつ出ちゃったこれに関してはね、僕もあのもう晩年からずっといじられてますからね、名前で。そうですね、ほんとね、これラジオネームのもやし大好きさんってライバー誰なんですかね。いや、ちょっと僕にはピンとこないなんか聞いたことある気がしない。よっぽどもやし、名前にするぐらいだからよっぽどもやしが大好きなんでしょ、多分白くて露出度が高いと思います、うん、はい、じゃあまあそうですね、いやもう今でこそバンデラス誰やねんってなってますけど ね、 まあ元祖誰やねんっていうか、誰やねんで有名になって、あのバンデラスさん有名になったんで、本物の誰やねんはここにいるのかもしれません確かにね、あの今一番知られていないライバーですからね、ベルモンド・バンデラスいやいや、これを機にね、これを機にね知られていきたいね、はい、皆さんベルモンド・バンデラスという、ね、名前ぜひね覚えてあげてください、はい、そして夢をかけると剣持翔也の皆さんね、知ってると思いますけど、覚えておいてください。お願いします。はい、まあそういう感じでね、まあお便りは結構ね紹介してきた。画像あります。あ、画像出ますか。そうかそうか、はいはい、じゃあちょっと画像出せるのかな、はい、そしたら出してもらいましょう。どうぞ。見たくなるのか。うわー、アンニュイ。もう本当に切実だこれ多分僕あのかっこよく読みましたけど、多分俺の名を言ってみろ。そうですね、これはもうキャラクターがあるから頑張って言ってみろって言ってますよ。くださいですよ、これはもう言ってくださいですよ覚えてください。これ多分ベルさんツイッターの、 あのアカウント名前明日から田中とかになってると思います。名前だけでも覚えて書いてほしい。地名だけでも覚えていただきたいと思います。こんな顔されたらね懇願されてるからね。はい、はい、じゃあ次のお便りいきましょう。思いたいんですけどね、どうなんでしょうね、はい、最近結構こういうサムネイル、まあ、流行ってますけど。そうですね、トモさんこういうサムネイルの動画とか見ました。まあまあまあ、それあの前本さんと同じ話しちゃったんですよねじゃあもう、じゃあサムネイル置いといて、ね、最近こうなんか YouTube で結構見る動画とかあります。まあやっぱこういうのじゃない
ですけど、やっぱ引きつけるサムネイルっていうのはありますよね。はい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 、うん、で動画だったら僕は本当にさっきの話じゃないですけど、ラップが好きなのでラップ動画やたら見てます。あーあれですか、ラップがこうバチバチしてるバトル動画とか。そうそうそう、そう。あーなるほど、まあ、そういう、まあ、そういえばもう何も結構ねシャプラジとかでもずっとまあやってましたね。そうですね、いやある程度ねもうできないよ、アベマで一回急に振られて、しかも難しい振りでね大やけどしたことがあるんで、だからできるようにならないといけないということで、ちょっとね、まあ、確かにねこう最近のバーチャル YouTuber 男性に関しては特に、うん、ラップできないとってところありますもんね。そうですね、速報入りました、ベルモンド田中さんにもう変わったそうです田中バンデラスだ、田中バンデラス、ベルモンドそのスピード感マジ大好き自分の仲間名前に誇りを持てよもっとぜひね皆さん覚えてあげてください、田中さんのことを、はい、田中で覚えて、ベルモンドという字面も忘れていいですからね二度と使われない二度と使われない、はい、で実はね今のラップの話になってたんですけど、はい、僕今日ね、うん、ちょっと剣持東也さんにラップを披露したいんですよねあーなるほど、持ってきたんですね、うん、そうなんかねやっぱバトルしたいなって思って、やっぱ今 V の中で 2,3 時ラップっつったら剣持東也っていうところを覆していきたいなと思って、あーなるほど、うん、あちょっと本当に恐れ多いんですけど、あーなんかすごいですね、僕なんかが、はい、あなんかすんごい下から来ますいやもうすごい本当もう、はい、とりあえず聞いていただければなと思って、はい、あーじゃあちょっと、ちょっと軽くやらせていただきたいと思います、はいはいうん、Yo! Yo! 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 何が剣持ち東也、所詮は坊や、ライミングスキルは天と地のさ、今まで先輩ご苦労様、始まる時代この下克上から、僕は夢追いかける、見ててくれよ進化系、席を分けろいい加減、これがきっかけ、突き刺そう彼のフロー、お前はすぐに戦闘フロー、後輩から起こすレボリューション。いやガチすぎるガチすぎる、しっかり作ってきたなあ、 あれですね、でもなんか言い方にヒプノシスマイクを歌ったことに対するなんかの経験値を感じますそうですね、この間ね配信もやらせていただきました、ね、あなんかプー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 みたいなのないかな、そうですね、アウトこれでいきましょうか、これ今マイク叩きつけた瞬間ですね、すごいですね、いやいいですね、なんか僕のは基本的に誰かとやる際に個性を引き出させるために基本的にすんごいオーソドックスなやり方してるんですよ、はいはいはい、だけどなんか今のはなんか個性がすごい出ててよかったです、ね、ありがとうございます、お褒めいただいて大変光栄でございます、いやいやもうさっきと温度差がすごいなお味噌レイディが高え代弁してもらうありがとうございます、そうですね、これぜひ東野さんに、僕憧れの東野さんに、さっき下克上かなとかの坊やさんとか言ってたけどもう全然もうラップですから、ラップはねやっぱバチバチしていかないとと思って、じゃあアンサーをお願いしてもいいですか、じゃあなんか返しましょうか、ぜひぜひ、そうですね、もうクサ君も応援してると思ってるんであやってんねん、リズム刻んでるねあやっぱね、こういうとこでもね、やっぱね、そう、こういう時のためにね、ラップ動画見てたかもしれないじゃあ適当に、はい、2月3日2時3時の日、今日は俺様小山気取り、お前の名前は夢追いかける、いつになったら夢に追いつける、多分名前が悪いんだな、夢をかけるだと一生夢にかなわなそうだもんつまりお前は解明すべき、今日からお前は顎追いかける、おいおいおいアウトイエーイ皆さんこの短時間の間にね2人解明しましたけど皆さんいいですか、僕のエゴサワードがねどんどん増えていきます、いやでも思ってたんですよ、夢追いかけるって追いかけ続けてなんか終わりがない感じで、これはどっちなんだって、ポジティブなのかネガティブなのかみたいな、いやもうそれはねもうまっすぐ前向きに捉えていただいて、あーなるほど、そう夢に向かって一直線に進んでいくっていうサワーを皆さんにお届けするライバーですよと、なるほどなるほど、そういうねこう名はね人を表すと言いますか、そういう名前だったんですけどね、今日からは顎追いかけるということこれは人を表してるかなまあ見た目を表してる説はちょっとあるけどね、うん、じゃあね、そんな感じのコーナーだったのかなどんな締めっていう感じでしたね、はい、じゃあこの辺でこのコーナー終わりにしようかなって感じです、はい、はい、では、ありがとうございました、というわけでね、まあ一息ついてきたわけなんですけど、何回一息つくねんって話ですけどね、はいはい、何回これも言うねんって話ですけどね、うん、どうやらまた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 遊びに来てくれている人がいるみたいです、誰だろうな、どうでしょうね、じゃあお呼びしてみましょう、はい、誰だろうなって言った後にあるのおかしいけど樋口楓さんと結城千尋さんでーす、どうぞ、はーい、テロンテロンコネルの樋口楓でーす、早い早い早い、わからわからわからラップ中か、ラップ中、いやいやいや結城千尋だー情報が一瞬で過ぎていくんだよな、ちんちゃんはゴング鳴らしてる完全にドップラー効果かと思ったさあそんなね、うん、大御所3人にまたまた囲まれたわけですけど、いやいやいや何をおっしゃいますかいやいやいや、いや映ってる顔見てくださいよ、一番悠々そうな顔してますよ、これね
このね、このビジュアルだからね、皆さんにあの僕の手の震えをお届けできないのが本当に残念で仕方ないので、ね、泣きそうですよ、本当に。にこやかじゃないですか。スマイルにやっていきたいと思います。はい、いや、お二人こそね、二次三次をね、ずっとあの上げてきた、叩き上げって感じですけれど、この1年のね、二次三次の日っていうのに、どんな感じの感情を抱いてますでしょうか。え、めっちゃ真面目だったやん。どうしよう。やめまんじ。はい、あげまんじ。超あげまんじ。そうですね、素晴らしい一日になったと思います。はい、真面目かよ。もう終わりなんですか。適当に。まだまだ続くぞ。じゃあ、ちーちゃんは。あげまんじ。言葉が通じないみたいな。言いたいシリーズだね、これはね。1年前はそんな子じゃなかったんですけど。みんなに慣れてきてこうなっちゃった。マリちゃん、やけちひろです。よろしくお願いします。1年前のだ、スポーツしたい、スポーツしたい。持ち悪いって言ってんじゃねえの。怖い、怖いよ、怖いよ、この先輩たち。はい、じゃあね、じゃあ早速ね、コーナーアンケートの方に行ってみましょうか。はい、はいはい、狙え 23%。 おーイエーイ。さあ、夢雄くんは先輩との距離を詰められるんでしょうか。このコーナーでは通話で突撃してくれたお二方に事前に、ツイッターでアンケートを取っていただいております。その中からこの選択肢は 23% 出るだろうってものをアンケート予想してもらい、それがいかに 23% に近いかを競ってもらう何回目かわからない文言です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回アンケートを出していただいたのはどちらでしょうか。はい、樋口楓でーす。樋口さん、なるほど、はい、そしたらじゃあ早速聞いてみますか。そうですね、いいですね。じゃあ、デロンさん、どんなアンケートされたんですか。はい、私の家の飼い猫の名前を解明するならっていう質問です。すごいな。身が重いな。解明の伏線がここでまさか。すごいな。あれね、うんこちゃん、うんこちゃん。最低だよ。選択肢ないもの出すんじゃないよ。大御所とか持ち上げられてるんですから、やめてくださいよ。地に落ちますよ。二三時らしいっちゃらしいかも。現在はナムリちゃんという名前ということで、はい、はい、じゃあ選択肢聞いていきましょうか。そう、ささみちゃん、ほうほうほう、これは前から出てる。ポロネーズちゃん、マヨネーズちゃん、はい、ポロネーズちゃん、ポロネーズちゃん、グアバちゃん、グアバちゃん、ファミヤちゃん、え、なんか5体目いなかった。なんか今5つ目なかった。ささみちゃん、ポロネーズちゃん、グアバちゃん、パミヤちゃんの4択ですね。なるほど、なるほど、なるほど。架空のマヨネーズちゃん、すみません。いなかった。僕らが悪いか、僕らが悪い。そしたらじゃあ、その選択肢の中でどれが 23% になると予想されました。私はパミヤちゃんがめっちゃ語呂がいい感じだったので、うん、はい、パミヤちゃんだと思いました。なるほど、なるほど。なんか他のは一応名前とかだったりしますけど、はい、パミヤって何ですか。適当に日本語を打ちました。既存の名前よりも適当に、じゃあ樋口楓先生で選んだ日本語が一番言いやすいと。なるほど、そうですね、なんか口触りが良かったので。なるほど、言いやすい。まあ大丈夫。食べた。食べてねえよ。そしたらじゃあ、結果の方見ていきますか。そうですね、はい、どうなっているかな。どうなっているでしょうか。結果発表、ドン、どうぞ。ささみちゃんが 57%、 ポロネーズちゃんが 16%、 グアバちゃんは 16%、 パミヤちゃんは 11% と。はい、ザーザー。一番低かった。ささみちゃん、ささみちゃんはこうなるの分かってるだろう、どう考えても。いや、まあそうですね、だからあえてパミヤちゃんにして。他のやつが意味わかんなすぎんだ。まっとうなツッコミでございます。なんかスパゲッティなんやっけ。ポロネーズだろ。ちいちゃん、今日バイク乗ってる。ポロネーズってなんだろう。こっちが聞きてんよ。全くだわ。出てきてポーって言ったら、いや、それはそうですよね。やっぱ聞いたことがあるササミとかグアバとかポロネーズとかに比べて、パミはなんだってなりますから、誰も投票しませんよね、やっぱ。そうだね、リプライでも何これ来てる可能性。グアバって何。飲み物、なんか食べ物、果物。はい、あ、大丈夫ですよ、グアバは分かってますよ。パミヤの謎について語ってた。あ、知らねえのかよ。カーリー、知ってるよ、クラムルの。音割れって知ってる。全力少女でございますがね。今日も元気だな。やっぱ大御所と言われてもね、力抜かないこのスタンス、素晴らしいなという感じでございます。集中されてる証しということで。あ、大御所だってよ、チーロー。今かよ。いつも踏ん張っております。ダメだこいつら。はい、じゃあね、もうこの人たち言ってもね、あの評価が下がるような気がするので、ね。はい、じゃあね、はい、最後に一言ずつ言って、あのご帰宅いただきたいと思いますが、はい、じゃあ楓さん、はい、お願いします。
あ、何をするんですか？聞けよ視界の意味分かってんのか集中してるって話したばっかやんけなんかこう、一番最後の最後に一言、はい、そうそうそう、一言いただきたいと思います。はい、来年の2月3日もまた会いましょう。はい、はい、あ、いいですね、そうですね、はい、違う、面白いですね、日があるということで、はい、ではじゃあ、ちーちゃん、お邪魔しまんじゅ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあね、楓さんもちーさんも遊びに来てくれてありがとうございました。またねー、バイバーイ。バイ。いやー、すごいですね。やっぱりあの、ある程度、なんていうんですか、ベテランって言われる人たちは落ち着けというものを手に入れるんですけどね、全然見せませんね、そういうのそうですね、うん、あの、どうして23時の女性はこんなに嵐のような女が多いんでしょうか、僕は疑問が多いですいやー、やっぱりね、エネルギッシュな感じでね、これからも引っ張っていっていただきたいなという感じでございましたね、うん、はい、皆さんにがお届けてほしいですね。はい、さて、それじゃあね、このパーソナリティいろいろコロコロ変わってきましたけど、それも終了ということで、はい、そろそろパーソナリティ4人の最初の状態に戻りましょうか。じゃあ一旦蓋します。はい、またねー。またねはい、疲れた、疲れましたね。3時間をずっとずっとしてお疲れ様でした。お疲れ様でした。完全打ち上げの空気になりましたけど仕事終わりみたいになってる。飯を食いたいね今そうですね、お腹すきましたから本当。いや、みんな司会型なんでね、みんな苦労人なんですよね、やっぱりみんなね、時計とね、いろんなものをにらめくしてあー、見なきゃって思ってそう、頭ガン回しでしたから台本もね、ところどころミスもやっぱあるね。だって普段さ、マイクラとか配信してるとさ、ほぼ何も考えてない。何も考えてないけど、うん、そうだね。そう、こういう番組は3時間ぶっ通しやるってなかなか、やっぱ全然違うよね。そう、うん、頭の使い方が違いすぎて。そうですね、今日も京都で振り回されましたけど、まあ振り回す、先ほどもコメントもありましたけどね、二次三次自体が台風だということですね。やっぱこの台風の中で生き残っていくためには、やっぱ振り回されるのも大事だね。そうですね、リスナーもみんなこう巻き込んでいきたいですね。そうですね、どん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 台風を大きくしていければいいなと思います。素晴らしい。そう、温帯低気圧にならんぞと、消えてしまわんぞと、もう3時間経ったのかって言って言いますけど、僕らもそう思ってます。そうですね、あっという間でしたよ、本当に。で、ですね、こちら、はいはい、なんか来ましたね、運営から来たんですけど、早くも、なるほど。はい、じゃあどうしましょう、先に今日の感想、そうですね、感想の方行っていきましょうかね。そうですね、そうですね、じゃあ左からいきますか、前本圭介からいきましょうか。はい、どうぞ。はい、いや本当ね、あのこういう場に呼んでいただいて本当に嬉しく思います。あのこの二次三次の日っていう本当に公式でね歌ってる、このなんだろう、大きな番組に呼んでいただいて本当に楽しかったですし、うん、で今まで話したことがな、本当になんだろう、対面では話したことがなかった剣持くんだとか、あと会話の時間があまり取れてなかったかざちゃんとか、あとかけるとかね、うん、一緒にこうやって場を共有して、で司会っていう感じでいろいろまあやっていけたのは本当に楽しかったなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。またお願いします。めっちゃいい締めを言われてしまったねもう番組終了かと思って早かったかなこの空気は。ちょっとあと20分くらいあるんだよびっくりしちゃった、まだ3人残ってるじゃあかざちゃん、はい、はい、なんかお兄さんたちに囲まれて大丈夫かなって思ってたんですよ。はい、確かに、うん、でもなんかめちゃくちゃ
いい人ばっかりで良かったです。あら、ありがとうございます。お兄さんなんてもう、お兄さんなんてありがとうございます。お兄さん、まいちゃん、お兄さん、区別されてる。しっかりと年齢で壁は壁があるんだな、やっぱ。ちょっとあんま年齢差ないけど。いや、今日もう一人のお兄さんもね、ありがとうございました。ありがとうございます。一番仕事した説ある。助けられてばっかり。一番振り回されたのその人ですからね。全員でお礼を言いたい。いいように使われましたね。はい、刀さんは？そうですね、やっぱり、統合されてから、23時が統合されてからね、ミックスアップも習慣化しましたし、こういう23時の日とかいうイベントでね、みんな、はい、今までこの人は知らなかったっていう人もね、みんなの目に触れる機会がね、増えていくと思うのでね、やっぱり増えるんだったら、どうせだったらやっぱ知って、好きな人が好きな人と絡むっていうのがね、楽しいですから、ぜひね、これを機会に知った人とか、まだ知れてない人もね、いろいろ掘り下げていってくれたらなと思います。これからも二次三次よろしくお願いします。という感じでした。ありがとうございました。ありがとうございました。うん、じゃあ番組終了かなみたいな。いやまだ15分あるんだよ。僕が喋ってもいいんだ、じゃあ。いいよ。オッケーオッケー。はい、今日の感想ということなんですけども、はい、一番はやっぱね、めちゃくちゃ楽しかったですね。あ、そうですね。間違いない。間違いないです。で、そう、冒頭にもツイッターでもずっと言ってますけどね、僕本当に3時間ずっと緊張をね、緊張してまして、汗タラタラなんですけど、結局最後にね、最後まで、事前の打ち合わせで、トウヤくんって呼ぶねみたいなこと言ってたんだけど、一回も出ないですね。ずっと剣持さん、トウヤさん、やばい、普通に出てしまった。やっぱ先輩っぽくなっちゃった。なので、まあ、次もしね、このメンツとか、まあ、他のこう個人個人で絡むことがあったら、ぜひ、ね、もっとフランクに、ね、ね、絡めたらいいなっていう目標を今回はね、出ました。あとは、まあ、トウヤさんも言って、トウヤくんも言ってましたけど、ね、いろんなライバーさん、いろんなライバーさん出てましたから、それぞれのね、魅力が伝わったんじゃないかなってことで、うん、はい、本当にたくさんのライバーに来ていただいて、ね、だからリスナーさん的にも本当にめちゃくちゃ面白い配信だったんじゃないかなと、うん、いやー、その通り思います、うん、はい、はい、間違ってんねー。間違ってんのかい。そこに来て裏切る。間違ってることよ。おのおのの告知等はあるでしょうか。配信予定等どうでしょう。なんか、そうだな、あ、毎月22日にね、先ほどもちょっとだけラップしましたけどね、ラップとかやってるシャープネスラジオというね、ラジオやらせていただいてます。はい、ていうか、ここにいる全員はね、ラジオやってるんでね、はい、チェックしてくださいって感じで、はい、他ありますか。はい、あとはまあ今ご紹介いただきましたけど、ラジオ企画としてもやしばラジオっていうのを不定期でやらせていただいております。はい、あとはまあいろんな音楽的な企画もやらせてもらってますので、うん、ぜひ期待していただければと思います。ツイッターとね、 YouTube チャンネルの方、ぜひチェックしてみてくださいという感じで、はい、冗談きついぞ。なんでだよ。肯定してやるよ。先輩の圧を借りていくなよ。ボタンなんでだよ。そこは統合してやるよ。そこは圧をかけるなよ。肯定してやってくれよ。味を締めてやがる。味締めてんだよ。まいちゃんは何かある？あ、俺ですね。あ、まあもちろんこちらでラジオの話をさせていただきます。ですね、今週ですね、今週末、いつも、同期のね、上力一とやっている、前本力一という番組が、ね、ありますので、こちらを今年、あ、今週はですね、ゲストをお呼びしまして、福山マスターさんをお呼びして、おがっつり遊んでやろうかなと、バレンタインデー前に暴れ散らしてやろうかなと思ってますので、ぜひこちらのラジオよろしくお願いします。楽しみやな。楽しみですね。はいはい、あ、じゃあ最後に、それと不定期で、ね、金曜日の、24時に大人カザキの悪い子ナイトっていうね、またトーク番組をやらせていただいてます。はい、よかったらね、お時間が合えば見に来てください。よろしくお願いします。はい、あ、待って、すごい、俺にだけリアクションがなかったよ。なんで俺にリアクションくれなかったよ。あらあら、さては、お前、舞本さん普通に無視って言う。なんで俺だけない。もう一回言おうかな。もう一回言おうかな。舞本力一、よろしくお願いいたします。おさんの声、押せよ、押してくれよ。後輩に対して圧が強すぎるんだよ。エンディングなんだからさ。ある意味一番きついやつ。大会系だっけ、こんな。全然そんなイメージない。そしたら、じゃあ告知タイムに入りますか。そうですね、はい、公式の方からいきましょうか。はい、じゃあ、かずちゃんお願いします。はい、はい、この後、2月1日からは、今年の頭に行われた、樋口楓さんのファーストライブ、カナデロのグッズ、頭中浴約が始まります。はい、そして、バレンタイン限定グッズの予約も始まっています。限定ボイスも2月の6日から発売予定となっておりますので、私たちと一緒にバレンタインを過ごしたい方は、ぜひチェックの方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お待ちしていてますので、よろしくお願いいたします。本当に。はい。
はい、ではね、僕東京 MX ニコニコ生放送、Amazon プライムなので放送中のバーチャルさんは見ている、はい、あれですね、はい、ドワンゴーってやつですね。セキュリとや。毎週水曜日24時より放送中です。はい、また2時3時の9時10時アベマでやっております。はい、2時3時の9時10時は3日後の2月6日から、シーズン2が開始されます。シーズン2。9時からね10時の放送になりますので、ね、こちらも皆さんよろしくお願いします。チェックだ。さて、またまた続きまして公式放送終わったばかりで慌ただしいですが、皆さん、はい、明日の20時からはミックスアップです、はい、11回目。あらそうですね、おなるほど、こういうメンツでございますね、はい、今回の出演者、エルさん、赤羽陽子さん、出雲かすみさん、黒石破さんです。さて、これどうなるんでしょうかね。楽しいですね。楽しいですね。ユリにしてユリ犬がいるからな。いや、これは犬が怖いです。犬がどうなるのか怖いっす。はい、ではね、詳しくは放送チェックしてみてください。はい、さてさらにここからの情報なんですが、我々もねまだ詳しく把握してはいないんですけども、二次三次が今月で1周年を迎えるということで、今月ちょくちょくですがいろいろなイベントをリリースを出していくみたいです。うん、まずはじめに二次三次ライバースケジュールアプリいつからドットリンクがリリースされます。これ画面を見ていただければ分かると思うんですけども、こちらですね、二次三次を視聴しているユーザー様向けにライバーのスケジュールが確認できるウェブアプリケーションが開発されたみたいです。公式ですね。公式です。公式からのアプリです。公式からこちらのライバーのね本当の放送予定がバーッと見れるようになると。あーすごい、画像で出るんだこうやって。そうですね、キャラクターというか、ね、我々ライバーたちのこの写真が出るので、ね、はい、乗るので非常に見やすくなって分かりやすくなってると思うので、ね、よろしくお願いいたします。ただツイッターとかの、ね、日程は残念ながら反映されないようなのですが、うん、日々使いやすくなるようにねまた調整していきますので、うん、ご意見ご感想の方よろしくお願いいたします。はい、ということです。素晴らしい、こちらですね、なんと、うん、書いてありますね、うん、2月4日月曜日明日のリリースになりますので明日までお待ちください。よろしくお願いします。いやー助かる、なるよ。ぜひ皆さん使ってみてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、では最後は僕です。はい、はい、出るかな、二次三次の、1周年出ましたね。二次三次の1周年を記念して、はい、ライバーの顔と、1周年の刻印がされた記念メダルを制作中でございます。新しいグッズですね。はい、詳しくはね公式のツイッターもしくは、まあ、こういう公式番組などで続報を、ね、はい、こちらご連絡いたしますのでぜひ、ね、はい、お待ちください。はい、またですね、この他にも1周年を記念するプロジェクトが水面下で動いているそうなので、続報をお待ちください。やってんねー、素晴らしい素晴らしい。一からも本当にいろいろ動いております。一からは素晴らしい、うん、一から素晴らしい、ね、あとはまあ今日たずみさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。僕から告知したいことは以上ですね。たずみさんの誕生日告知。というわけでね、本当に情報盛りだくさんでお届けしたんですけども、台風のように我々に言ってたんで、ね、過ぎ去ってきましたね。そうですね。あっという間、あっという間、本当に過ぎ去りましたから ね。あともう10分ないですけど、はい、いや本当あっという間でしたね。うん、飯食いたいですね、とりあえずね。そうです。何食うかな、でも頭が映ってたし、スタミナをつけたい、普通に。誕生日おめでとうございます。コメント欄ありがとうございます。コメント欄に送ってあげてください。安住さん、非常にお忙しい方です。社長も喜びます。そうですね、社長ぐらい送ってあげてください。まだ僕は送ってないです。我々ライバーのために日々一生懸命やってくれてる。なんで笑うんですか。いや、やってくださったの。手伝ってますよね。そんな純粋な時期もあったな。影を匂わすね。残り7分やぞ。残り7分でちょっと影を取り返せない。本当に赤いニュースをさ最後にいろいろ出てきますけど、2時からと2時3時これからも頑張っていきますって中で、そんな社長に対する影を見せない。これは正論。使いこなし過ぎだろ。これは隠しきれなかったね。最後に出てきてしまった。最後の最後にどうしようかな。俺最後にあの田澄さんのハッピーバースデー歌って終わりにしましょうかとか言いたかったけど、いや出ないよ。歌いたくなさそうです。違いますよ、大好きですよ。歌いたい人で歌いますか。そうですね、一からのことがじゃあ好きな人たちだけ。はい、じゃあお疲れ様でした。
嘘、田津谷さん好きなんですよ。僕はね、あの田津谷さんをよくネタにするのは、岩永さんより田津谷さん社長じゃないですか、はいはいはい、社長の方が本来認知度があるべきだと思って、うん、岩永さんを田津谷さんで倒そうとしてるんですよ。あ、なるほど、支援してるの。そう、田津谷さんの名を売ってるんですよ、僕は。こうやってこうやってね、支援をしないのプラス方面には動かない。もっと純粋にやってけよ。なんで対立関係なんで。田崎さんに運営してもらってますけど、僕は田崎さんを運営して岩永を倒そうとしてるんですよ。そんなに戦闘もないで争ってませんからね、これ全然。知名度を上げるために炎上させる。ちょっと怪しい。歴史が有吉と一緒だよ。危なすぎるんだよ。岩永さんに嫉妬してるみたいじゃん、社長が。一から案件消えたのもう全部だよ。なんなんだ俺たちは。存在は消されるバーチャルライバーとして生命線なんで、僕だけ新しいスケジュール乗らないのかな。ドトリンクにね、じゃあドトリンクずっとあれ剣持ちとやだけ表示されてな。みんな明日ダウンロードしたら真っ先に剣持ちとやのスケジュール確認してみて、確認してください。乗ってるかなって。あれ個人税じゃないですか。いや懐広いんでね。市川さんは素晴らしいんだよ。個人税になったら前本力一福山マスターの代わりに見ていただければね、本当にありがたいです。大学としてね、アップデート。他企業の名前も私としたことがつい。いや本当に市川様素晴らしいです。素晴らしい、本当に、ね、本当に枕言葉のように言っております。言っております。心を込めて、心を込めて、本当にいろんな日頃から思っているからこそ言えることでございます。軽いな。水を飲みながら喋ってる。クズは最悪じゃん。一からいい会社だよ。一からいい会社だよ。いい会社だよ。うわー、クズハク、やばっ、クズハクバッチバチだな。うわやばい、一から。一からじゃない、クズハ。言うねえ。言うねえ。もう蹴落とすのややめようよ。見にくいからやめてくれ。ちゃんとね、節分なんでね、鬼大将。鬼大将ね、最後に。しっかりね、あの5人全員で怪我を負っていこう。そういう勝手に巻き込まないでください。あ、そうか、自分だけ一番火が来ないところにいたのか。そうなんですよ。カラシャはそれでいいだろう。火を燃やさないでください。やめてよ。我々にそんな火力があると思うか。そんなに腰低いと思ったらそういう。被害者になると巻き込みたくなります。被害者、俺、どうせんならみたいな感じで横向きに玉突き事故したよ。からしゃ、火が燃え移っている。もう最悪じゃねえか。森が燃えてるみたいになって。申し訳ございませんでした。すいませんでした。本当にすいませんでした。さっきコメントで泥くせえな、これで1年かよって書いてありました。グーの音も出ねえよ。グーの音も出ねえよ。すいません。頑張ってますよ。二次産地はこんなもんなんですよ。すいません。日々誰かを燃やしたのろしでこういう。もう何が燃えてんのか分かんなくなってきて。あ、全員燃えてる。しょっぱなからエイフルの森を燃やしてる。スタートからしてね。毎回燃えてはね、不死鳥のようにね、舞い戻ってきてますよ。そうそうそう。これからもね、どれだけ飛翔できるか期待してください。これからも二次産地にぜひ期待してください。それだけ残りかすよ、ここら。はい、よろしくお願いしますというところですね。はい。というわけで、そろそろ締めの方にしますか。はい。ね、はい、じゃあどうしようか、左端からなんとかですって終わる。ああそうですね、うん、二次三次シーズン2期生出身前本圭介でした。こちらですね、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。最後に自分追っていこう。自分追っていきます。いいスタイルだ。森永和樹です。今日はありがとうございました。これからもようこそよくどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、はい、はい、二期生出身の剣持ちとやでした。今日は楽しかったです。ありがとうございました。収益化の復帰の方もよろしくお願いします。それは YouTube さんに頼んでいただきたい。リスナーどうしようもない。リスナーどうしようもない。ではないですよ。はい、というわけでね、前本さんと同じくシーズン1期生出身の夢追いかけるでしたということで、全員のね、チャンネル登録と Twitter のフォローとベルの通知と、まあ、もろもろの、配信のご覧になっていただきたいということで、締めたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。あくさくんもバイバーイ。